でててるんでてるんでるる。放送者専用エモート。そんなんあんだよ。ニコ生でな。一応シェアするか。しゃあなしやで。tweet。tweet して、よいしょ。じゃあ行きますか。行かせてもらいますか。ヒュヒュ。アイアンクラッド、アセンション、レベル18ですって。シーラね。一発でクリアしちゃうんだからね。スンスン行きますか。カードを1枚。ランダムなポーションを3個。最大 7HP を失う。どれがいいんやろう。レアレリックかカードか。どっちやこれ。最大 HP は増やせるという意見。あるな。カードを1枚選び獲得。レリックでいくか。はい。チャンピオンベルト。なるほど。ま、あると嬉しいぐらいかな。ですね。エリート。うわぁ、左側やったらいきなりスーパーエリートか。なら、にゃー、商人。あー。なるほど。エリートに、ハテナ3つで行って、休憩商人。2エリートのルート。右側。ハテナ、ハテナ。エリート。いやー、このエリート、エリートは厳しいな。待てよ。なんとなくこっから行くか。なんとの行こう。強打が入れば脱力も入んねやな。I see。いやー、脱力を入れるよりかは、ストライク、ストライク、防御。なんか敵強くね？これアセンション17の仕様か。なんか敵めっちゃ強い気するな。やば。シャパパやな。短手。脱力。これはですね、強打、ストライク。オッケー。まあ、まずはすん、うわー、痩せ我慢だ。俺まずボス見てね。ボス見てまへんねん。ヘクサゴースト。ヘクサゴーストか。大虐殺欲しいな。でも痩せ我慢もな。ヘクサゴーストか。ヘクサゴーストはな、なんとかせなあかん。いや、痩せ我慢。大逆殺。トンネルストライク。大逆殺かな。痩せ我慢、一手目に来るか。なるほど。ゴールドゲッツ。雑魚敵。いやー、6、8。いやー。これ何のデバフや ?14。ボウボウボウあかんかな。ボウボウボウ。とりあえず食らわんように行こう。あ、粘液入れてくるパターンね。20。26では倒されへん。ぐー。12ダメージは食らわなあかんの？しゃあなしやで。短手。さあさあさあ。うわー。いや、勝ちやな。大逆殺つえー。入れといてよかった。おー！ほう！いやー、炎の障壁でもな、タイミングがずれたらあんま死にないか。血には血を。いやー、血には血をも強いよね。嘘、連続で痩せ我慢出ることなんかあんの？炎の障壁。いやー、これも悪くない。
血には血をプラス。ずゃー。血には血を欲しいな。血には血を。いやー。ぐー。ヘクサゴーストには炎の障壁も悪くない。ただなー、血には血をかなー。畜生。間違ってるやもしれん。一発で来い。うわー、ダメだ。配達人か。まずこのエリートいけるか？これ何の罠やっけ？いやー、ぜゃー。ダメージは無理。エリートには勝たれへんの。いや、いけんのか？いや、無理やな。呪い。あー。ここで削除？削除なぁ。呪い怪我。いや、最大 HP はもう嫌やな。呪いでいくか。はい。ボスグレムリン。大虐殺。ストライク。やばいか？さあ、どうなる？強打が脱力にもなるやんな。これでかいなぁ。ありがてえ。楽しゅ。もう一発くらう。うわぁ、24。いやー足らんか。くそー、足らねえ。いやー、そっか、脱力も消えたのか。防御。辛いな。いや、防御あんま意味なかったな。何してんねん、俺。勝ち。いやー、ちょっと今の、プレイ良くないな。凍った卵はいいけど。うわぁ。いやぁ。いやぁ、いや、闇の抱擁プラス今じゃないよな。ぜやぁ。怒りやんな。ヘクサゴースト。いやぁ。勝てる気しねえ。ここ行って休憩か。ほんまか？アップグレードか？するなら、アタックカードやな。いやー、どうしようかなー。ぐー。いや、休憩やな。休憩か？休憩です。やっぱり半分は持っとこう。そして商人。はい。道具箱。インク瓶。レターオープナー。いやー、どうだ？どうでしょうな。金属かプラス。いやー、これ、金属かプラス。防御よりは絶対強い。いや、その考え方でいいのか？カード除去。怪我。ぜゃー。ぜゃー。不屈の闘志を不屈の闘志プラスにアップグレードす。ふむふむ。それでいくか。不屈の闘志を不屈の闘志プラスにアップグレード。金属化プラス。不屈の闘志をアップグレードする。衝撃波はここでは取らんかな。無色のカード。道具箱も弱くはないという噂を聞いたな。もう行くか。これと、あ、売り切れへんのか。行っちゃえ。行っちゃった、行っちゃった。さあ、宝箱。骨付き肉、なるほど。敵。用心、強欲の手、技巧。12の攻撃。なるほど。20ダメージ。これゼロコストじゃないんか。あー、そうか。いや、この黄金の偶像があるから技巧を使おう。ほんでだ。技巧を。あ、強打来た。いいね。脱力入れる。靴の闘志でええんちゃうか？端子。いや、この一打目は悪くないでしょ。ぜゃー、撃たれへんかー。
怒り、ストライク。ダッシュ。次のターン。はまれば。いや、でも25は無理か。いや、いける。大逆殺、強え。マジで強い。ハザス。アタックポーション。全体攻撃な。ここで、セントリーたちの可能性あるな。取っとくか。なぎ払いな。道中、ハテナ、雑魚敵。一枚取っとくか。ストライク消したいな。うわ、この宝箱ラッキー。空飛ぶ靴。なるほど。スーパーエリートには行かない。休憩やな。ここでアップグレイ。いや、ほんまダメージも上げたかったけどな。いや、血には血をプラス。不屈の闘志プラスかな。わかんねえ。さあ、エリート。アタックポーションは使ってよし。な、これ。暴力。劇的な入場。あー、これめっちゃいいんじゃん。ウカね。ウカありじゃね？はい。ほんで、いや、アタックポーション使うのここじゃないな。いや、強心者のポーション使うのはここっていう説。ヘクサゴーストではなく。強心者のポーション使うのここか？どうだ？いやー。いや、強心者のポーションはボスねえな。ウカ行こう。はい。なんとも言えんな。もうちょい強くてもいいのに。なんか、なんともえな。てん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 。大逆殺は打たなあかん。戦闘中ゼロ。クソ強いな。としたら。ポンメルストライク。いや、待てよ。強打を引いちゃうのはもったいないよな。でもゼロコスト。ギアー。いきますか。無謀なる突進。ホンメル、ストライク。大逆殺、ストライク。いいダメージやで。スターン。あー。これはですね。クソ、強打プラス、強打当てたかったな。待てよ。なぎ払い。なぎ払って。まあ、防御。不屈の闘志プラスストライク削除。悪くないよ。悪くないと思いたい。20。強打やな。ほんでだ。ランページ。アタックポーション。いやー、じゃあさっきの時飲んでみるべきやったんかな。いやー、このターン、ぐー。このターン勝つ可能性ないよな。脳天割りやったらあんのか。ゼアー、ゼアーです。じゃあ、まあ灼熱の一撃ぶち当てる。防御やな。ダッシュ。敵強いね。ちゃんと強いね。ホンメルストライク。血には血を、オッケー。デューブー人形か。どれだ。残酷は違う。ダブルタップ。ダブルタップなぁ。激高。うわぁ。ダブルタップでこれが2回打てるって考えたらでかいの。もう来。ほんで、通常敵いきますか。はい。こそドロー。あー、ドローな。なるほど。非常ボタン。戦略家かな。ほんで、ダブルタップ強打でしょ。ここは。違うか？いや、ダブルタップ強打でいこう。これやったら脱力2やんな、多分。ダブルタップ強打。よしよしよし。
戦略家で回して、いや回さん方がいいな。ターン中エナジーないからな。よしよしよし、勝ちかな。いや素晴らしい、いいぞ。猛撃怒りデューブで猛撃は強くなるけど、デューブで筋力は1上がってるけど、猛撃は3ダメージを4、まあ、1コスト10に廃棄で、まあストライクよりは強いな。ストライクの倍量か。あー、いやでもアタック型じゃね、アタック型疑惑。3ダメージを4回、3ダメージを4回、猛撃ね。取るか、なんとの。ほんでだ、ここは休憩じゃなくてアップグレード。使うのはダブルタッププラスにしてもエナジーがあれなので、血には血をかな。血には血をがいい疑惑。血には血をでいこう。よいしょ、これで1ターン目から撃てる可能性が出てくる。防御大丈夫かな。まあまあまあ、いったれいったれ。まずはね、ぬるっと。うわー、これは威風堂々。では1ターンで5枚のカードプレイできへんよな今。可能性がゼロなことしても意味ないもんな。よろずやで引き直すか。よろずや。はぁ、何してんねん。お、スイフトストライク。なるほど。ってなりますと、血には血をプラスは打ちたいな。スイフトストライク。いや、猛撃とかを消費しとっか。猛撃で不屈の闘志でストライクを廃棄。23ダメージを1ターン目に与えとくよりかは、デッキの圧縮の方がいいか。そんな気もするな。血には血をプラスは、ちょっと今やめとくか。いや、でも23。ニュー。圧縮。いや、強心者のポーションも飲もう。いや、でもそしたら猛撃は取っとくべきか。OK。こうして血には血をプラス打つ。いやー、強心者のポーション使わなくてもいけたかな。いや、まあ、使うならボス戦でしょ。4×6。やべえ。やんべえ。なるほど。これダブルタップ強打かな。ダブルタップ強打。よしよしよし。まあまあ抑えたよ。被弾をね。大逆殺。ぶち当てて。ほんで、防御。いいんちゃう？手応え感じてるよ、ここまでは。こっからやな。にゃー。6×2。怒りもぶち当てる。大逆。いいよ。怒り。ほんでだ。やけど、うわー、辛いな。不屈の闘志プラスがここであればな。よかったのに。だのに。はい、強い、ダブルタップが。ダブルタップいいね。素晴らしいダブルタップ。これさ、猛撃。いや、これ強打に使った方がいいよな。強打。あ、ダブルタッププラスじゃないのか。なるほど。強打。いや、でも強打にダブルタップ使った方がいいよな。脱力も2入るし。あ、でも次はバフか。ここで入れればいいのか。じゃあ、血には血をプラスに使うか。それがいいのかもしらん。強打。こうする。7ダメージを4。10ダメージを4。ダブルタップ、血には血をプラス。よし、強い！素晴らしい。ほんで、いや、いけるぞ。は、勝った？あー、でも体力12。ただ骨つきに行く。
残虐プラスターン開始時 HP を1失いカードを1枚引く。デッキ起動がな若干遅い気がすんねんな。不動脳天割り、あーはんはん、僕デビューやな。うわー、どっちだー、どっちや。脳天割り3ダメージ。じゃあ3コスト32ダメージ。脳天割りの3コスト重いよな。ただもしかしたら次スネコアイが出るかもしらん。いやいや、考えたらあかん。脳天割りか不動か。アタック1、2、3。だー。いやー、脳天割り雑魚的楽なるか、不動の方がいいのかな、どっちだ。脳天割り取ろう。いやー、ルーニックキューブ、 HP を失うたびカードを1枚引く。聖樹碑、ポーションの効果を2倍。ブラックスター。いやー。クロート向けって感じやな。この3つのリリック。どうしよう。いやー、マジか。ブラックスターか？ルーニックキューブ。いやあ。ああ、でもこれは心臓戦では強いのか。いやあ。ポーションの効果を倍。ブラックスター。いや、ちょっとブラックスターで行ってみるか。わからん。その代わり8取らなあかんな。俺にちゃんとできるか？エリート。左一貫は商人も、エリートも。三エリート。オドも。今、アクト2。不安しかない。くー。はてなはてなはてな、エリート休憩。ぬー。ブラックスター取ったから、できればエリートを踏みたい。三エリート踏めれば上出来かな。右側行っちゃうと、良くないね。エリート踏めないね。このハテナ、ハテナ三連チャンから、いやでも商人行くべきかな。じゃあ、待って。踏みすぎて負けてもしょうがない。せやね。いや、左側のルートやと、休憩が2個。2休憩3エリート。か、ここ通ると、1、1。2休憩2エリートがやっぱりいいかな。商人もここである。オッケー、じゃあ2休憩2エリート狙おう。いきます。果たして俺は勝てるのか？つまずき、おー、つまずきな。つまずきね。いきますか。つまずき入れる。あとは、ぶち当てて、ぶち当てて、はい。ターン終。まあまあ、できるだけ、頑張ってこ。これ、なあ。ダブルタップ脳天割りできへんもんな。辛いわ。スライスはエナジーレリックが欲しかった。それやったら勝ちやったのに、これで。これどうしようかな。脳天割り、いっちゃうか、防御いっか。でも、めまいも入れてくるしな。じゃあ、いっちゃうか、脳天割り。はい。ターン終。こういうのあのデバフ、弱体。うわー。
終わったんじゃね？あ、大丈夫やった。大逆撮影。ポンメル、激光、アイアンウェーブ。いや、ちょっとエナジーがないから、ドローしてもな、激光はありかもしらん。エナジーがねえ。激光はありなんかな。この戦闘は関係ないけど、わざと食らって、この骨付き肉？なるほど。50% が34やな。ただ俺ちょっとまた防御がな、いや最初痩せ我慢スタートやってる。でもさ、いっちゃん最初の痩せ我慢ってさ、どうなんてとこあるやん。いや、どうなんやろな。激高な。エナジー足らんからやっぱ取ろう。トローチ。おー、あ、母、僕デビューやな。これ明らかに、あ、怒り削ってもらえるチャンスか。こいつコレクターやっけ。こん中で一番いらんのは怒りか。でも0コスト6ダメージ。自己要因になる痩せ我慢。あとボスがな、ガーディアンじゃなくて、ヘクサゴーストやったってこともあって、しょっぱの痩せ我慢きつかってんな。これストライクと怒りやったらどっちや？雑魚的考えたら、やっぱストライクか削るべきは。ストライクを削ろう。怒りは、まあ、打たんかったらええだけ。うん。ああ、辛いよー。可逆性いく？可逆性 1×6。 敵にデバフを与えると5ダメージを与える。シンプルに3コストしかないしな。なあ、うん。いや、わかるわかる。でさあねやな。強打で脱力入ると。いや、まあ、1回やけど。これ強打防御やんな。弱え。なんて弱いんだ。ほんで、飛行が3防御やな。端守。ほんまか？俺勝てんのか？こいつら相手に。こいつら制動能力あったらな。楽やのに。大逆殺を。おい、こいつがバフ予定かよ。いや、でも倒しときたいからな。どうでしょう。いや、こいつ倒しときたいよな。大逆殺。怒り、防御。どうせ翼落とせないから倒していい。まあ、次のターン考えてやんな。はいはいはい、なるほど。いやー、なんかここで激光くんの微妙やな。猛撃ってさ、どうだ？猛撃ってどう？猛撃ってどうや？アタックによるダメージを落とせるやんな、猛撃。なので、このビアード行く。いいっすね。なぎ払い。ストライク。ターン手。どれぐらい強いこいつ。15。15か。ほんだらね。いやー、これさ、ストライク3発ビアードの方がいいな。だからもうあと50秒か。ニコ生また枠変えます。これビアード。あ、危ね。こいつ4回か。そうか、そうか。いやー、危ねっていうかミスったな。いやー、9ブロック。やっちまったな、やな。また枠変えるわ。いや、これダブルタップ、怒りを2発撃てる可能性あるのか。ターン手。下手やな。骨付き肉入った。こいつは4発。無理だー。
次の枠いきます。ダメージでなんとか落とさないか。無理かな。あ、無理っぽいよな。やだな。ずっちいな。気使ってくれよ。よいしょ。こうして枠替え成功かな。よいしょ。ほんだらと。くそー、大虐殺が1コストやったらな。落とせれたのに手前。ダメージ、なぎ払いで、これがだから4ダメージになるやろ ?14。足らんなぁ。てかまあ、怒りで。ずゃー。じゃあこれ防御は入れたいのか。いやー。いやでもな、防御入れたいって言っても、大虐殺も打ちたいけどな。難しい。どうしたらいいんや。なぎ払いも、いや、なぎ払い打たんでいいか。防御、大逆、怒り、ターン手。うまく来い、うまく来い。勝ちか?一応勝ちか。これ体力が41。猛撃炎。コレクターって多段攻撃やったっけな。猛撃。猛撃。いや、猛撃2枚はどうな。さっきは強振者のポーションあったから強かったもんな。炎の障壁取るかな。いやー、コストが重たい。スネッコアイやったらよかったのにな。コストが重たいよ。炎の障壁取るのほんまか?怪しい。物ごっつ怪しい。炎の障壁。一枚は取ります。今のソード、いやでもアタックばっかりやな。はてな。ずゃー!負けか?いや、これ戦闘で勝てるか?万能薬。万能薬。勝てなさそう。ビダルサスーン。ビダルサスーンっすね。ベア、ロメオ。これさ、まあ、手前からでいいか。手前からいきます。怒り、ストライク、14、防御、不屈の投手プラス。くそー。捕まえてくんな。さあどうするか。激光を、4エナジー、ダブルタップ脳天割りで、いやーどうだー。じゃー。じゃー。ベアをしばく。このロメオのデバフは何や?まあ、激光は使うわな。ほんでどうするか問題。激光使う。ずやー。脳天割りでやっぱ手前かな。ほんまか?怪しい。こいつ倒すか、ロメオ。ロメオ。ロメオをしばく。猛撃使っちゃうか?猛撃が圧迫する可能性。ターン手。今ので果たしてよかったのか、やべえ。血には血をゼロコストはでかいな。ありがたい。強打で、脱力を入れるかな?血には血はこいつ。強打。血には血を、プラス。防御。
いやー敵強くね。終わった可能性あるか。10と31。あージャスト、ジャストです。 OK。 ただエリート戦無理じゃね。破裂プラスカードのプレイによってうんぬんかんぬん。サンダークラップ怒りスキップ。あーでもサンダークラップが脱力になった可能性あんのかな。チャンピオンベルトあるから。いやーいやー辛いよー。辛いです。弱体の価値は上がってんねんな、チャンピオンベルトで。いや、ありかもしらんな、サンダークラップ。ほんまか、もうちょっと。サンダークラップの可能性。なぎ払いと変えたいな。弱体1、脱力1。いやもんな。どうしよう。サンダークラップ、サンダークラップくんの可能性。いや、ほんまか、こんな、サンダークラップ、チャンピオンベルト割る状態だったら価値やっぱ上がってんのかな。それでも価値は下がってんのか。下がってるというか。そんななんかな。いや、きつい。なんかきつい気しかせえへん。弱体1。コレクターってだってなんか出してくるもんな。可愛らしい奴らを。あいつらに脱力を入ったら嬉しい。サンダーグラップ。君はどうなんだ。サンダーのクラップよ。脱力位置を全員に与える。なあ、まあ、じゃあ、これがサンダークラッププラスがもし来たら取ろう。そうするわ。さあ、体力27、エリート。勝てなさそう。勝てなさそうだね。こっち、右側に逃げるという手。スーパーエリート。レベル2のスーパーエリートってやばいっけ？なんかやばいような。あ、まあ、とりあえず、この、空飛ぶ靴があるから、なんとの、はてないか。うん。いやー。ダメだ、3枚の原子。いやー、ちょっとわからん。拒否する。ほんまか？ちょっと拒否しよう。さあ、体力27でエリート突っ込むのか？それはやっぱ愚か者のすることか？うわーどうしようかな。休憩するか。休憩すか。飛んで休憩。アップグレード絶対した。どのエリートが来たら勝てるか。レベル2のエリート。思想の本。いやーなんかもう勝てるイメージわかへんな。スレイバーズで、グレムリンなっちゃうな。全然勝てるイメージわかん。にゅー。空飛ぶ靴、ここで消耗しちゃっていいのかという気持ちもなくはない。いやー。いやー助けてくれー。わかんないならやめた方が良さそう。そうやな。こっちに逃げてみて、いけそうやったらこっちにまた戻ってみるという手。でもせっかくブラックスター取ったのにエリート行かへんねやったら、いやでもそれで負けたら元も子も。でもそんなんで今生き延びたところで、ぐーいやー。
なんとか休憩であがいてみるか、アップグレードせんと。いや、アップグレードしたいよ、ほんまは。なんか、上手い人はアップグレードしてる気すんな、理論はあかんか？くぅ。右に行ってみよう。はい。ほんまか？ここアップグレードでいいのか？体力27。いや、あかんやろ。絶対休憩せなあかんやろ。いや、でも、うぇー。はぁー。いや、アップグレード。ぐー。休憩かな。いや、次の、いやー、休憩しよう。休憩です。敵か。つまずき、技巧。まあ、つまずきかな。これで、脱力。にゃー。これ、鍛錬ってあかんやんな。確か。じゃ、鍛錬ちゃう。え、鍛錬と猛撃ってあかんやっけ？ちょっともう忘れちゃったな。サブロク18。いやー、これ脱力でも強いな。あかんか。じゃあ猛撃は相性悪いんやな。なるほど。ストライク。不屈の闘志プラス。最後に打つ分には OK。最後に打つ分。最後。最後に打つ分。ああ。ああ、そうなんか。なるほど。最後に打つ分には OK。これじゃあさ、打っといていいんか。なるほどね。そういうことか。いやー、6×3。6×3 です。で、奥さん。強打。怒り。防御。敵強くね。とりあえず休憩しといてよかったな。よかったな。ただなおいおい、これいけんのか？アッパーカット。アッパーカット強いな。強いな、言うても。強打と変えたいよ。アッパーカットと強打を変えたい。これでもカードの入れ替えできへんのが悲しいな。ああ、スネックワイあればこんなん、高コストカードも全然取れるのに。アッパーカット。いやー。アッパーカット欲しいな。でもな、まあこれはプラスやったら。取ってたな。ほんまか？プラスでも取ってなかった説。エリートほんまに行くの？休憩で避ける？いやでもブラックスター取ったし、体力も半分。まあ無理やったらごめんなさい。こいつらか、無理っぽそう。ダメな気しかしない。これはね、おそらくね、ダメだね。炎の障壁。なぎはらよ、打ちたいな。2の脱力。スレイバー、スレイバー、タスクマスターとか倒せんな。それを思うと、ネクラマシ打つのは。でも、こいつ多段攻撃するイメージじゃないな。ネクラマシ誰に打った方がいいんや。スピードポーション。いやー、21ブロック。でも、なぎ払いが27ダメージやもんな。これ強いの。1コスト27ダメージ。にゅー。なぎ払い炎の障壁かな。だとするならば、ネクラマシを打つのは、ネクラマシを打つのは、
まあダスクマスターでいいか。はい、炎の障壁なぎ払い。いや俺スピードポーション使ってもよかったな。失敗かもしらん。辛いよ。サーブや。33。足らねえ。足らんよ。ダメだ、助けてくれ。倒せない。全然あかん。ああ。なんてダメなんだ。スピードポーション飲んだら30ブロックやんな。いやー、こんなんじゃあかんくないか。じゃあ辛い、辛すぎる。やばい、弱体入れられた。終わったかも。これはですね、多分負けか。強打。いやもう敵強いよ。ダメだ、強すぎます。いやー、40、もうもうダメです。終わりです。いやー、いやー、普通に負けた。くそー、下手くそやったな。何がわかんか、でも何がどう下手くそやったんやろな。普通に負けたな。デッキ20枚。いや、このブラックスター、で、あの、上手い人はなんかみんなエリート行ってるイメージやねんな。あれどうやって行ってんやろう。一応、大逆、なんか、強くなかったな。ダブルタップもあんま活躍せへんかったな。活躍させてあげられんかった。かあ、乾杯や。無念。ほんじゃ、スクワットしてもっかい行くか。くそー、最初、痩せ我慢スタートでな。なんだかな。18だとエリートが強くなってると思う。でもさ、20もエリート強い。なんか上手い人の見てるとほんまにエリート行きまくってるもんな。なんか海外の人、ツイッチの。俺はどうやったらいけるようなんやろ。2枚変化、1枚獲得、ゴールド100。いや、199ゴールド、呪いを獲得、2枚変化。いやー、か、これカード1枚選び獲得は弱すぎる？最初の選択肢として。どうしたもんかな。まずボス。ヘクサーゴースト。左ルート敵ばっかりからの休憩エリート。2休憩2エリート。右はハテナハテナからのエリート休憩。右ルートかな。真ん中。右ルートかな。カードを1枚選び獲得よりかはゴールド100の方がいいんかな。何が出るかによるけど、100円もらってショップ行った方が選べる気はする。そうやね。ただここ行くにはちょっとゴールドが荒れすぎるから、まあハテナ通ってもゴールドの商人の可能性あるしな。だから今の俺の力じゃ上振れな、でも上振れな厳しいっていうのはやっぱ脱却せなあかんな。頑張ってなんとか上手くなっていこう。いや雑魚敵マジで強い。
雑魚敵が強いです。ストライク、ストライク、防御。こいつら寄生虫、ああ脱力か。8、8。いや脱力2ターン、つらいな。じゃあ奥いっとくか。これって防御防御はしたやんな。いや、ワン防御にすんのか。ワン防御、ワンボーロン。いや、ツー防御かな。ツー防御、ダッシュ。ちょっとでも食らわんようにしよう。こいつずっと攻撃やんけ。帰ってくれ。そろそろやめてくれ。ただまあ、ストライク2発で倒せるな。オッケー。まあまあ、1ターン目はいいんちゃう？アイアンウェーブ、非道の刃、怒り。ヘクサゴースト思うとこれ取っとくべきか？いや、これ取ってる人見たことないな。ヘクサゴースト、怒り。アイアンウェーブ、怒り。やっぱ、アクト1では怒り、使うか。いや、アクト1ではアイアンウェーブ輝くか ?5 ブロック5ダメージ。怒りがあると、5ブロック6ダメージ。怒りやな。取っとくか。アクト1やし。7失う。この最序盤で。いや、まあ消すのはストライクか。まあ7失って削除はだいぶ得か。はい。さあ、はてな。おー。呪い後悔。いやー、ここが商人やったら。いやー、でも最大 HP プラス5よりレリックの方がいいやんなー。ぐわー。いや、レリックいっちゃうか。赤べこ。赤べこは強いけど。商人来い。来ない。よしよしよし。よし。これは後悔を消そう。俺は後悔してへんで。よしよしよし。ハテナ2個使って赤べこゲット。まず最初のエリート勝てるかな。さあ。14、14。こいつしばけるな。いや、待てよ。アハハン、僕デビュー。66でこいつは倒せんのか。ワン防御。怒りを後ろにぶち当て、怒りも6やっけ。2発でこいつはしばける。ストライク、ストライク。いやー、防御防御するかどうしようかなー。6。なるべく食らうようにいくか。はい。で、防御、防御、ストライク。これでいこう。ほんで、強打、ストライク。悪くはないんちゃう？いけるはず。よし。イエス。じゃあまたスンスン頑張。いやー、セカンドウィンド。セカンドウィンドなー。ヘクサゴーストの火傷を消せる。これがあるだけで詰まへん可能性ある。でもなー。ラリアットは序盤ほどいらん。セカンドウィンド1枚取っとくか。はい。こいつらか。セカンドウィンドはタイミング次第ではありか？一発目。まず手前から倒そう。強打は打っときたいよね。強打、怒り、防御。うまくな。セカンドウィンドとめまいでこうへんかな。さあどうする？サブロック18でこいつ倒す。いいね。
それでいこう。パンシュ。頑張るぞ。めまいめちゃめちゃ入れられてるな。よしよしよし。まあ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 。まあまあ、そういうこと、そういうこと。ストライク。これ、防御も圧縮していいのかな？圧縮しちゃっていいか。はい。ターン手。ただ、セカンドウィンドウは1枚しかないからな。ですね。やれることやろ。強打、怒り、防御。頑張るぞ。うまーく、ベストを尽くせ。ここも全部やれるな。防御、防御、ノーダメ。いいね。これはいいっすね。ズヤー、ひどいよー。なんでそんなことをするんだ。この2エナジーを持ち越させてくれ。何来る？倒せねー。マジっすか。倒せませんか。ターン手。いやー、まあ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 、頑張りますわ。このセントリーもしばいといた方がいいやんな。しばいて、怒り、ナイスセカンドウィンド。ターン手。さあ、強打、怒り、ターン手。いくぞ。何来る？にゅー。怒り、ストライク。いいレリック落としてくれよ。お願いします。ターン手。頼む。ちゃんと来いよ。オッケー。怒りをちゃんとな、使ってるから。毒の卵は強いけど、俺が持つかな。受け流しプラスかな。今だってちょうどセントリーたちと当たれたから、これは受け流しプラスっしょ。よしよし。エリート、これは休憩踏んでなあ。いいな、嬉しいっすわ。強化するのは怒りプラスかな。いや、強打はないでしょう。怒りプラスかな。いや、強打はないことはないのかい？草ゴースト。いや、怒りプラスかな。いや、休憩かこれ。なんかアップグレードしたいカードあるか？そんなないぞ、よう考えたら。これ休憩かもしらん。一休みして、ほんまか、上手い人こんなところで休んでるか？知らん知らん知らん。シーラない。12ダメージか。受け流しプラス、強打、怒り。ターン手。いいよ、充実の一ターン目。一ターン目。オッケー。さらに回復。クラッシュ、ランページ、無謀なる突進。あー、ランページなー。なるほど。ランページかー。ヘクサゴースト相手にランページを使い回す。じゃあもう怒りとか消すか。ランページ。ランページをどんどん強くしていく。いやー、ランページなぁ。ボス専用に取るか？ニコ生あと1分か。このままやったらパワー不足やもんな。ほんまか、ランページ。はい、いいの来い。質問カード。まあ、幅が増えたな。ほんでだ。アップグレード。ランページ。いや、なんかランページほんまかな。でもこれをやっとくことで、
ボス戦で大活躍してください。お願いします。だいぶ怪しいな。右側には小におるけど、スーパーエリートは勝てません。おそらく。なので、ハテナかな。はい。おー、商人来たー。闇の抱擁。あ、枠変えるか。変異プラス。でゃー。わかんねー。どうしようかなー。アーティファクトか。でも目先の勝利につながるかな。よいしょ。こないして、よいしょよいしょ。血のガラス瓶、凍った卵。これじゃあもう凍った卵はもうここで買えへんかったら出えへんのか。ひどいな。ランページ強化したんやったらカード除去もしたかったけど、血のガラス瓶、時計仕掛けの記念品。わかんねえよー。まあ、凍った卵はもうしょうがないか。血のガラス瓶。イベントで使えるレリックでもあるでな。ただ今、ランページを強化した以上なー。いや、俺、ランページ強化したらもう失敗やったかもな。いや、俺、やっちゃったか。ストライクは消した。鬼火に抱擁。いや、ちょっと、今、どうやろう。って思っちゃうな。そら、こいつらがな、活躍するシーンは分かってるけどさ。血のガラス瓶は150ゴールド使ってまで取るもんじゃないかな。時計仕掛けの記念品とカード除去ストライクってあかん？なんか買って。じゃあ、なんか、なぁ。いや、それなんか買うつもりでおるけどさ。ぬー。ランページに頼ったん失敗やったかもな。あそこはグッと我慢して他のカード来るまで、にしとくべきやったんかな。血のガラス瓶150ゴールド使ってまでやな。あのイベント来へんかったら、どんなイベント、あのイベント何やったっけな。なんか血のガラス瓶を使ったらなんたらかんたらってイベントあったよな。アーティファクト1。カード除去。いや、やっぱちょっと今の俺の力ではそれやな。噛みつきのイベントか。ちょっとわからんけど、今の俺の力では、こうなりました。わかんねえ。11。なるほど。強打、怒り。もともと体力 30% 払う。それがなくなる。そっか。ただあのイベントもなぁ、なんというかやでな。いいような、そうじゃないような。これアタックポーション、ボス戦にとっときたい説あるよな。まあ、エリート、いやー、ここはですね、セカンドウィン。噛みつきゴマ入るからいい面悪い面。まあ、せやな。防御、防御、ストライク。ダッシュ。まあ、勝ちかな。ランページ。ランページプラス1ターン目に来てほしいな、ボス戦の。じゃあ。ヘッドバットでランページプラスか。なるほど。ヘッドバットランページプラスコンボあるな。これはコンボっしょ。エリート、ハテナ。ハテナエリート。
これも、人によんのかな、ハテナ入りとか入りとハテナって。ハテナエリートかな。いやー、ハテナエリートにしよう。おい、敵かよ。つら。これつらいっすね。なかなかつらい感じですね。マジかー。いや、これアタックポーション飲むか。いや、ほんまかー。いや、俺負けそう。もう負けそう。この5ブロック意味あるかな。いやーいやー、いっとこう。タッシュ、ほんまか。怪しいけど行きます。ね、受け流しプラス、ランページプラス。よしよし。ヘッドバット、ランページプラス。怒りと。いいぞ。今の弾すごく良かった。ランページプラス。よしよしよし。記憶リキッド。ほう。弱点発見プラスもいいよな、ヘクサゴース相手には。後輩プラス。出たー、堕落やな。不動プラス。いや、強いけどなー。不動プラスは強いが。これ、相手の行動をちゃんと分かってれば、ヘッドバットとこれのコンボもあるな。ただ、俺、相手の行動をちゃんと覚えてないもんな。いやー、どっちかやな。レア的には不動プラス。弱点発見プラス。弱点発見プラス。まずこのエイト戦勝てるか。不動はいいよな。わかるよ。不動はいいよね。本当に。俺もそう思う。ランページプラスは打ちたい。ここで打つもったいないかな。いや、行くか。うわぁ。記憶リキッドでランページプラス使うか。そうしようか。じゃあ、ここもターン種。ほんで、強打からの、記憶リキッド、ランページプラス。ストライク。ほんまか？全然わからん。20ダメージ。ギアー。ギアーっすね。これどうすんの？筋力4上げることがいいのか。いや、強打のターン伸ばさなあかんな。アタックポーション使うことかな。いや、使わな負けるか。飲んでみるか。ほんまか？むちゃくちゃ怪しい。脳天割りは最高。最高っす。ただね、脳天割り最高やけど、ランページプラスが16。いや、これ、ボウボウボウじゃあかんかな。いや、ボウボウボウにするか。わからん。わかんない、わかんない。受け流しプラス、ランページプラス、防御。脳天割り引いたら勝ち。ポーション穴使っちゃってよかったんかな。今日、だ、勝ちかな？ OK。ポーションベルトか。うわー、リミットブレイクプラスだと。受け流しプラスと同時に来たか。
リミットブレイクプラスだと、さすがにリミットブレイクプラス。ほんで、これさ、休憩せなあかんかな。いやでもアップグレードしたいカードもないのか。いや、 C って言うなら強打プラスか。ほんまか。ランページ、筋力。なあ、そう、相手パワーアップするやんな。だからあんまり美味しくないか、休憩。じゃあまあ、強打プラスにしとっか。あんま強くないけどな、強打プラス。コスト2、弱体3、なんか意外に防御プラスとかの方がいいのか？いや、どうやな。なんか上げたいのもないよな。セカンドウィンドプラス。相手が火傷入れてくる。いや、ストライクプラスにするのもな。ストライクプラスするくらいなら防御プラスか。じゃあまあ、あんま強くないけど、今日のプラス。いやー。いやー。強打プラスにしとくか。あんま強くないけど。ランページプラス俺は回せるのか。さあ、来た。一旦目強打プラスは嬉しいな。気使ってもらえてる。4×6。ヘンドバットで戻したいカードなし。あ、防御か？いや。受け流しプラス。ぬー。弱点発見。プラス。まあ、防御かな。防御。これ、怒り、打っちゃっていいでしょ。シーラね。怒り打って苦しくなったら、それはもう知らん。でだ。リミットブレイクプラス、ランページプラス、セカンドウィンドかな。筋力倍。はい。防御を廃棄して俺は詰まへんのか？怪しい。ガンガン打つべきな気がする。やけど増えるし。あーはんはん、僕デビューやな。打つか。これ筋力上がってんのでかいでな。6に12。打とう。リミットブレイクプラス安念からさすがに勝たしてもらえるか？ランページ。プラス、ヘッドバッチ。ランページプラス。セカンド、ウィンド。ほんまかな、セカンドウィンド。怪しい、怪しいセカンドウィンド。リミットブレイクプラス、ランページプラス、防御。さあ、うまくいけば、うまくいけばうまくいくぞ。8×2。まあ、勝てる？勝てるか。勝てるんやったら嬉しいっす。このターン勝ったか。よっしゃー。リミットブレイクプラス強かったな。ぜゃー。堕落きたー。堕落きたなー。でも昇進かな。堕落きたけれど。昇進、強戦士。どうしようかな。次のレリックが何か分かれへんのが嫌やな。うわぁ。よいしょ。よいしょ。昇進、堕落。リミットブレイクプラスは2枚はいらんやんな。だってさっきもさ、敵、複数敵にやられたもんな、俺。複数敵に
相対したときに昇進プラス強いよな。どうしよう、堕落。昇進かな。強戦士堕落、リミットブレイクプラス。このアセンションでは余裕がない気がする。カード枚数が多かったらまだしもな。古木の枝あったらな、堕落一択かもしらんけど。昇進かな。昇進いきます。ブラックスター騙されへんぞ。コーヒードリッパー、いやー、呪いの鍵。なるほど。いや、俺宝箱はな、なるべく開けたいねんな。コーヒードリッパー死ぬかな。ブラックすまんな、俺がちょっとエリート戦負けるからな。ブラックスター君、いや、そらめちゃくちゃ弱いレリックじゃないのは知ってるけど。呪いの鍵がまあでも無難なんかな。あ、俺も取らん。そう、いや、でもな、あ、宝箱、いや、呪いの鍵とコーヒードリッパー、いやー、どっちのデメリットの方が来るんや俺には。どうしよう。コーヒードリッパーか呪いの鍵か。宝箱、これを取った時のな、これを取って宝箱を見た時のテンションが嫌やねんな。だ、今の俺に合ってんのはこの呪いの鍵やろうけど、休息ができない。呪いの鍵の方がまあタクは増えるでな、絶対。だって取ってもいいやもんな。まあ、呪い入るけど。呪いの鍵かな。だだな、呪いの鍵。これ持った状態の宝箱ほんま嫌やねんな。どうも。今はコーヒードリッパーか呪いの鍵かで悩んでます。てかまあ呪いの鍵なんやろうけど、でも俺呪いの鍵持ったまま宝箱ってのがさ、会う時のなんか何とも言えない、ああそうや、宝箱ってこれまでは完全にメリットしかなかったのに今はデメリットもあんねやっていう、あの瞬間が嫌やねんな。でもコーヒードリッパー取ったら俺死ぬ気するな。呪いの鍵やな、嫌やけど嫌だ。ただ俺はコーヒードリッパーを取っていけるほど強くない。心臓いかないなら鍵でいい。なるほど、心臓いかへんにやったら、あの宝箱を一回も開けへん可能性もあるからってこと。心臓いくならコーヒードリッパーなんや。俺だってまだアクト1やもんな。ああ、鍵行くわ。このせいで、まあ宝箱のが来たら俺は毎回悩まなあかんねんな。くそー、宝箱ってもう最高のイベントっていう認識やったのにな。甘くないわ。なんかどのルートも厳しくないか。気のせい？休憩があんまなさそう。敵商人、はてなはてなはてな、休憩、エリート。アイアンクラッドなら呪いは軽い方だから、はい。そうね、うん。セカンドウィンドもあるしね。なんとの行きますか？なんとの。こいつらかー。こいつらかよ。リミットブレイクプラスしょっぱなに来てもしゃあないな。
まあ、行って雨は昇進か。ほんでだ。イカリを真ん中にぶちまけて、防御。ターンシュ。でも昇進赤べこマジで強いな。ありがたいっす。さあ、どうするか問題。消熱とか欲しい。ゼロコストでアタックがなかったら2枚引くってやつだっけ。なんか強くね？やめてください。強いのは嫌です。いや、強いのは良くないな。スピードポーション飲むか。1枚廃棄してドロー。あ、消熱の契約のこと。あ、なるほどなるほど。消熱の契約ね。いや、これ。スピードポーション。飲む。あ、アーティファクト消えた。そうか。なるほど。こいつ、5ダメージ。5ダメージかよ。なんというかな。12、24、40。ほんまか？むちゃくちゃ怪しい。むちゃくちゃ怪しいぞ。今のターンほんまやったか。嘘っぽいな。これはね。ちょ、なんかランページ。ちょっとこれな、どうせやったら筋力デッキやったな。ランページじゃねえ。自分を信じて。そうね。あ、昇進を戻すでいいのか。ヘッドバットで戻すの。筋力上げる必要あるか？ないな。セカンドウィンドで消して、リライトして、OK。ランページ、ヘッドバット、昇進。足らんなー。畜生。まったく。しゃあなしやで。ただヘッドバット昇進、いいね。OK。ランページはチャンプに強い。でも、今回はコレクターや。そこ、ランページはチャンプに強いんや。ゴーストアーマープラス。ゴーストアーマープラスね。アタック1234。ブロック。ゴーストアーマープラス。取っとくか。一枚ぐらいあってもいいでしょう。商人。武装プラス。闇の抱擁。ああ、旋風陣取っときたいな。筋力デッキやもんな。ランページプラスもういらんな。ランページプラスはお疲れさん。呪い。ビー玉袋。うわー、これとしょっぱなの昇進があったら最高やけどなー。158。扇風時。カード除去もしたいよー。いやー、ビー玉袋。嬉しいっすよね。これ行っちゃうか、ビー玉袋扇風陣行く。いや、ほんまかな。いや、これです。だってそんなに。いや、でも、今赤べこもあるし。で、やりすぎなんかな。ベストを求めすぎか。でも扇風陣か昇進が行った雨に打てたら気持ちいいよな。やっぱ気持ちよさを狙おう。気持ちよさを狙います。うん。なあ、玉袋扇風陣。ナイス玉袋。ゴールド6。うわあ。お願いします。これでもさ、ゴールドの方がいいんかな。ケミカル X。う
ワクワク。ワクワク。HP を7失い50ゴールド。これ、悪しき顔のさ、中でも下振れが怖いよな、ほんまに。みんなは無難に上行くんかな。ああ、 50% の誘惑。誘惑惑。悪い顔出るとモチベにも出番をかける。確かに。確かにっすね。やめとくか。いや、でも良き顔。良き顔がちらつく。悪しき顔の中の宝箱は空っぽって方は呪い鍵で操作みたいな。宝箱は空っぽ？俺それ見たことあるかな？見たことないかもしらん。そのレリック。宝箱は空っぽ？俺それ見たことないから、ちょっとそれ狙いでいくか。いきます。あ、これは良き顔やな。聖職者の顔。俺その宝箱空っぽっていうの知らんな。ぜひ見たいな。強打プラス、イエス。ランページプラス、ストライク。紫の仮面。へぇー。知らんな。ヘッドバットは、ランページプラスがええんか？ヘッドバット。ランページプラス。なんかこのターンもったいないな。脱力やったかな。いやー足らんか。23。はい、いけるな。つえー。ヌロスの仮面。次の宝箱の中身食べちゃう。だからヌロスの仮面やったらなんか見覚えある気もするな。一回なんかで出たことあったんかな。激怒プラス。ボディスラ、金属か、バトルトランスプラス。バトルトランスプラスかな。こん中やったら。序章で買う記念品は本当に強い。時計仕掛けの記念品？よしよしよし。え、変。買っといてよかった。バトルトランスプラス。はてな。いくつかのポーション。再生、蒸留者、コンド。ヌロスの贈り物っていうレアカードが3倍になるレリック。レアカードが3倍？レアカードが出る確率？あ、それがなんかプレゼントの箱みたいなやつか。それじゃあ俺見たことないな。アップグレード扇風陣行くか。はい。アップグレード。いやー、昇進でもいいのかな？いや、でも、扇風陣プラスかな。まずは、お先と、すねっこや。ヘッドバットしたいやつはない。ぶち当てて、はい。はい。はい。いやー、玉袋いいな。レリックくれーってイベントでもらえるのが、ヌロスの贈り物。レリックくれーってあれか？なんかポーションやったり、カードやったりをなんか犠牲にするやつかな。モノコイのやつか？これ72、18ダメージ。蒸留者混沌を使うかどうか問題。もったいないかな。蒸留者混沌。蒸留者混沌。ヘイヘイ。ヘイカモン。蒸留者混沌。そうそう、それの2種類のレリックから渡すレリック選べるイベントがシティである。2種類のレリックから渡すレリックや。へぇー。スネッコどうしよう。一応レアイベントやからね、ヌロス。アセンション18まで出ないのはびっくり。そうなんかな？いや、ちょっと、わからへん。
出たこと、あー、あと50秒か。またニコ生枠変えます。これどうしようかな。上入したコントン行っちゃうか。再生ポーションだから適当でいいんじゃない。そうね。エリート戦で、ニュー。適当でいいのか。適当ね。適当ってのがまた難しくない？俺は適当が苦手やぞ。弱点発見プラス、ほんまか？いやー。いやー。次の枠いきます。悩んじゃうなー。どうも悩んでるタルジンです。悩ませてもうてます。よいしょ。ぐー。だから今回はちょっと筋力デッキの兆しがあるから、行きたいなぁ。リミットブレイクプラスもあって、旋風陣プラスもある。もうクリアするしかないでしょう。そう、旋風陣あんねんから、弱点発見は打っとこう。はい。強打プラス、防御。ほんまか？怪しい。リミットブレイクプラス。は使うかな？カードを4枚引く。はい。敵、18、は？強？ごっつぁんです。いやー、旋風陣プラス、いいね。すごくいいね。二刀流プラス。いや、違うかな。受け流しプラス。ちなみに、ポーションかカードかお金渡して代わりにレリックもらうイベントはヌロスとは別。あ、そうなんや。その時の俺の反応でわかるかもな。あー、これ一回だけ見たことあるってなる可能性もあんのかもな。いや、わからんけど。マジで見たことないかもしらん。受け流しプラスもらっとくか。こんなんなんぼあっても困りませんか？じゃあ、エリート行って、もうワンエリート行けそうやったら、行ってみよう。無理やったら逃げる。はい。こいつらか。おー、いいね。いいじゃん。旋風陣プラスって8やんな。2発あればいい。強打プラスをぶち当ててから早う。これさ、再生ポーション使っとくべきやな。飲みます。最高やな。最高です。いや、これも、いやー、ヘッドバットで旋風陣プラス戻すことはできへんもんな。強打。いや、赤べこなくなっても、8に16で、こいつらは倒せるよ。まあ、弱体も入ってるし。いや、そうか、今弱体入ってるか。強打プラス打たん方がいいのか。これが、敵全体 24×4。やば。そうか。ってことは再生ポーション使ったの失敗やったかもな。まあ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 。まあ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 。なんなりとね。なんじゃかんじゃっていう感じですわ。ダッシュ。よしよし、まあ9回復したし、いいか。弱点発見、パン危険。粘れるエリートだからギリギリまで戦ってもいい。あーはーはん、僕デビューやな。なるほど。弱点発見プラス、10、10、セカンドウィンド。10、10。まあ、ドローしたいか。僕デビューの元ネタがわからん。俺今僕デビューって言うた？あはは、僕デビューって。アイシールド21の、タキ。あー、待てよ、名前何やったっけな。タキお兄ちゃんかな？タキやっけな、ちょっと自信ないな。とりあえずアイシールド21。
あはは、僕デビューって。マイバックデビュー言うてる。嘘、俺今なんでデビューって言うた。お、俺今言うた。ほんまか。びっくりぽんやで。マイバックデビュー言うてた。すごいやん。俺そんなにもデビューしとったんやな。教えてくれてありがとう。自覚なかったわ。俺マイバックデビュー言うてんのか。アイシールド21第44話、あはは、僕デビューがちゃんとヒットしてくせ。滝。ってことは、トーチヘッドじゃない、もう一人の人も知らんかったんや。そうなんや。みんな知ってるんじゃないんやな。あはは、僕デビューって。いや、足らねえ、あ、リミットブレイク。あ、よしよし、勝ちやな。みんな知らんねやな。退却、退却。俺今何の流れでデビューって言ったんや。俺毎枠デビューって言うやつやったんや。また自分のことちょっと知れたな。アイシールド昔アニメ見たけどだいぶ記憶にない。ああ、まあ俺もそうかな。うん。俺もそんな感じやね。でもあはは、僕デビューは印象残ってん。不屈の闘志プラスかな。これでな、呪いも廃棄できる可能性もある。はい。いや、これ、これ、俺、勝ちやん。俺、勝つで。あー、宝箱開けられへんのかー。ぐー。レリックが強い？これってチビやんな。この毒の卵も、赤べこも強いもんな。この上振れは絶対捕まなか。クリアします。これがアセンション18位、2回目。さっきは惨敗した。これチビやから開けたらあかんねんな。たださ、セカンドウィンドと、不屈の闘志プラスあるってので甘えて開けたらあかん？もちろん、ショーに行ったら削るとか、なんかイベントあったら削るとかやけど。こういう甘えが、きっかけで負ける可能性あるかな？コモンイコール弱いではない。まあそうやんな、うん。俺やっぱ宝箱はな、なるべく開けたいねんな。呪いを跳ね返す。でもな、なんかな、デューブー人形とかあったらな、取りやすいけど。商人でストライクを消すか呪い消すかって考えればいい。いや、まあ、ストライク消したいけどな。心臓はよ。ってことは宝箱はいずれ開けやなかった。なる。まあ、いや、でも俺宝箱開けられへんのな。ほんまストレスやねんな。悲しい。だからドラクエのさ、ミミック、あんなもほんまひどいよな。いや、まあ、まあ、ゲーム性は上がってるけどさ、宝箱は開けさせてくれよ。それが生きがいでやってるのに。アセンション18初見だとエリートが強すぎて見れる。で、俺はアセンション17を、確か最初3回の敵を、ポンポンポンでやるやつでクリアしたんかな。で、一発でクリアしてん。だから、俺的にはアセンション18でびっくりしたのは、初っ端の寄生虫、カラサリスとマユルドみたいなやつ。あいつらが強かってびっくりした。アセンション17はちょっとな、ネオーのアイカでクリアしちゃったから、一発で。まあ、スルーするか。ダイやったら開けたんやな。でも俺、レリック集めるのが生きがいやねんな。まあ、それはするか。でも今余裕ある。でも、デューブ、なんかな、デューブ人形があればな。開けれたのに。いや、でもな。でもね。こんなチビで悩んだらあかんねやんな、ほんまは。来て欲しくない呪いがないなら好みかもしれんが。今なぁ。セカンドウィンドと不屈の闘志プラスはある。デカでも悩む。じゃあもうチビは論外か。
でも消されへんかったらずっと残り続けるもんな。ポーション多いし、まあそうそう。だ今はな。ただな、今後宝箱を開ける機会もあるしな。いやースキップ、勇気のスキップ、こいつか。 7×2 わー、最初リミットブレイクプラスは外れやな。こいつさ、液体ブロンズやっとくべきかな。呪い手に入るエリートの流れがいい。なるほど、コレクターよりこいつやんな、液体ブロンズは。でだニュー、どうしたもんかね。心臓行くならここで開けて3層で避ける。なるほど。タラに怒られるな。液体ブロンズ。ごくごく。ほんでだ。リミットブレイクプラス消えていいの？いや、消える必要がないか。だけ使えばいいんか。こうして、防御、ストライク、怒り、物の投資プラス。ほんまか？ほんまなんか？ 24。デッキ一周で4ターンくらいかかるけど、リミットブレイク待ってる余裕。ないか。旋風陣プラス。これ、蒸留した混沌とかもな、こういう時に使っとっていいんかな。3ターン。で、まあ、最短ね。悩ましいな。どうなんやろな。24。ダメージ。まあ、受け流しプラスかな。バトルトランスプラス。いやー、イランド打ち消してくれたな。あ、ゴーストアーマープラスはナイス。それはナイスです。ただ弱体与えた方が強いか。いやー、わかんねえ。混沌はセカンドウィンド。あ、そっかそっか。そうやな、セカンドウィンドが手札か墓地にないとあかんのか。ナイス。アドバイス。弱体与えて旋風陣の方がいいか。いやもう。いやー。ゴーストアーマープラスは使いたい。弱点発見、ストライクか、強打プラスか。弱体3。いやー。旋風陣プラスが4×12×。いや、全然足らんよな。弱点発見プラス。ほんまか？ダッシュ。ほんまなんか？ 7×4。お、これさ、蒸留した混沌ありか。これ旋風陣。いや、でもじゃあ弱体、筋力4。これ使いどころやんな。比較的。ヘッドバットで、リミットブレイクプラス。おぉ、待てよ。いや、まあ、ヘッドバットで、強打プラスの方がいいか。これも使っちゃおう。飲みます。あ、ヘッドバットの効果は発動せんのか。なんかようわからんかったな。まあええや、まあええや。7×4×28。ようわからんかったけど。まあいい、まあいい。バトルトランスプラス。でだ。7×28。これセカンドウィンドウで圧縮するのどうやろな。え、結構削れてね。やっぱ旋風陣が強かったのか。昇進セカンドウィンドウでいっちゃうか。いっちゃえ。ほんまか？あ、トゲか。なるほど、なるほど。トゲの判断も良かったんやな。よっしゃー。
7×5 怖っ。うわー、イエス、用なし。火炎ポーション強戦士、強戦士ね。強戦士は旋風陣プラスのパワーアップにもつながるでな。ただそれで時計仕掛けの記念品使っちゃって引火せたね。これで記念品を使うのはもったいないかな、やっぱり。てかこれバトルトランスで使っちゃうか、でもこれが一番もったいないよな。バトルトランスプラスで使っちゃうのが一番もったいない。強戦士エナジー得て損がないもんな、旋風陣入れてる以上。結構受け流しでドローもするから、相性は悪くないと思うな。だってこれプラスやったらな。でも記念品で使うんやったら2も1も関係ないもんな。うわぁ、バトルトランスプラスがあるのに使うなってのも変な話。その記念品を消すからってことやな。記念品で一個もったいないっていうのよりドローが大事ってことやな。いやー、強戦士どうしようかな。強戦士1エナジーを5エナジーになるってことやな。エナジーレリックになる。エナジーカード。旋風陣プラスとの相性がいいねんな。ニュー。次のボスレリックは弱い時の保険にはなる。なるほど。取ってみようかな。まあ、やばそうやったら使わんとこ。ほんでだ。てかまさかエリートノーダメとはな。すげえ。やっぱ今レリックが強いんやな。ありがたい。頑張らせてもらおう。これだから、昇進を上げる方がいいのか。ただ多分ここでもアップグレードできるかな。ダメージ。昇進かな。行くぞ。アセンション18クリアや。うわあ、こいつらか。いやあ、なんというかやな。なんというかです。そっか。もう聖職者の顔が強いんやな。もうなんなんこの外れパッ、もう。嫌だよ。加速ポーション使うか。もったいないかな。いやでも、せっかく弱体も入ってるし、もう使おう。バトルトランスプラスに使うの。いや、これは昇進プラス打っちゃおう。つえー、クソつえー、やべえ、楽しい。これ、怒りで勝ちか。短手。いやー、気持ち最高です。すげー、フォンメルドローか。後輩プラス、いや後輩プラスはちょっとあれやな。フォンメルストライクプラスはありかもな。カードを2枚引く、1枚入れとこ。さあこいつら、いやこれ昇進プラス強すぎひん。これ54やろ。1手目やっば、神やん。本命でストライクプラス、あーこれどっちがいいやろな。護衛なりになると結構余る。うん、だからドローソースあったらいいとこだよな。これ強戦士使っていいよな。ランページ怒り強っ、楽しい。マジか、これほんまにアセンション18か。上振れてくれたおかげでだいぶいけるな。ありがたやな。
レリックはどれもこれもいいんやな。このなポーションベルトもいいしな。これザブーツだけか弱いの。このアイクラ、このアイアンクラッドでやりたい。ごめんな。うわーセカンドウィンドプラス交換して俺のセカンドウィンドと。でも2枚は多いよな。おたけびプラス取っとくか。手札のカードを山札の一番上に置く。ザブーツは3層のネメシスに強い。ええネメシスにも5になるの。じゃあ強いな。判定はそういう判定なんや。おたけびプラス取っとき毒やんな。おたけびプラス、おたけびプラス無形で1になるのが5に増える。そうなんや。ザブーツいいね。おたけびプラス雑魚敵倒して全然壊ないぞ。いやーちょっと怖い。ちょっと怖いかもしらん。助けてくれ。やだよ。おたけびプラスでどうしようか。なんというかやな。なんというかです。これもったいなくないか。ヘッドバット戻しよっか。いやーこれ赤べこ温存したいな。攻撃21と6。21と6。パルクーラーも来たな。22ブロック。おー、なるほど。防御でいいのか。山札の一番上。ヘッドバットかな。ほんで、ゴーストアーマープラス防御。ストライク圧縮。ほんまか？わからん。あ、でも弱体消えんのか。ミスったかも。しまった。さっき右倒しとけばよかったかも。あ、なんか俺やっちゃったかもな。あちゃー。なんか下手やな。いやー、弱体俺食らう。うわー。ミスったー。なんかミスったよー。ミスりました。ミスらせてもモテます。なんか、もっとスマートに行きたかったな。落ち着け、焦るな。焦ってはいけない山田。エンドバットで戻したいのは、怒りかな。ほんまか？グー、ゴーストアーマーかな。いやー、こいつ、キノコビースト、でも弱体。まあ、手前からか。あ、ザブーツいいね。ザブーツすごくいいね。今日は大人気のぶっ壊しヨットゴルフのコーナー。今日はですね、大人気のサイコロ登山コーナーしたいな。って思ってんのは俺だけか？ダメージ20。いや、もったいないかなー、短手。これで無事このアセンション18をクリアして、行こう。いやー、俺どうやー？あ、そうね。だから中何日会いたいんだっけ、前から。まただから、できる限り遊びたいな。ああ、これ弱体なんのか。やだよー。でも扇風陣、打ちたい気持ちもある。じゃあ。いや、扇風陣打つんちゃうか。昇進プラス打つべきか。ならば、ここは、1個ブロック割ればいいかな。
3波24。あ、いいんちゃう？ゴーストアーマープラスぶちかまして、ああ、いや、どうもや。いやー、わかんねえ。いやー、ダメだ、わからん。ほんまか？怪しいな。怪しいっす。ですね。怪しいっすね。なんだか怪しいわ。怪しいわね。トンネルストライクプラス。ムチ。ほんまか？いやー、違う気がする。がー、わからない。あ、でもこうして、もう結局強制使うか。で、次のターン頑張ろう。オッケー、それでいこう。スンスン行くぞ。エナジーもあるね。よっしゃ。オーケー、オーケー。バトルトランスプラスが2枚。捕食。捕食はいらんくないか？聖職者の顔あるし。バトルトランスプラス2枚。2枚なぁ。ああ、どうしようかな。バトルトランスプラス2枚。あってもいいのか？ 2 枚同時に引いてもまあまあ言うの。今なあ、時計仕掛けの記念品あるし、いらんかったらセカンドウィンドの餌にもできる。オッケー、じゃあ2枚は取るわ。レッツゴー。うん、結構枚数多いしね。これはですね、強戦士プラスかセカンドウィンドプラスか。強戦士プラスでいってみようかな。お願いします。いざ尋常にコレクター戦。さあ、初っ端のリミットブレイクプラスは美味しくないですね。おたけびプラスニュー。なあ、このターン。無色のポーション飲んでみるか。何来たら嬉しいんや。無色のポーション。いや、まあ、ため、なあ、バトルトランスあってくれよな。おたけびプラスでこれ戻す旨味もあんま、ねえ。まあ、ねえ。とりあえずドローしてみるか。うわー、いやー、いや、まあまあまあ、じゃあ扇風陣打つか。一番上に置くのは、どれ置いたらいいんやろな。どれ置くのが無難や？リミットブレイクプラス、腐るかの。次のターン、雑魚呼ばれてから扇風陣。なるほど。賢い。むちゃくちゃ賢いやん。ただ、あ、そうか。そうやな。お前、おっしゃる通り。セカンドウィンドで圧縮しとくわ。あ、待てよ。リミットブレイクプラスを圧縮したくわ。まあまあ、圧縮できたと思えばね。ターン終。このターンはデッキの圧縮できましたとさ。めでたしめでたし。昇進プラスもおる。ただ、扇風陣プラスじゃないと倒されへんもんな。でけえ。待てよ。3×36。3でいけるな。防御1枚はやっとくか。ええよな。サンデー。サンデー。防御扇風陣プラス。よっしゃ。さあ、頑張ろう。いくぜ、いくぜ。21。受け流しプラス。
バトルトランスプラスやっちゃったら強戦士プラスがなっていうのはもうしょうがないよな。はい。で、強戦士プラス、バトルトランスプラスかな。ホンメルの、もうあと1分か。ニコ生。ホンメルのドロー。いや、ヘッドバットで、どうせ次のターンデバフかけてくる。そっか。待てよ。もう、不屈の投資プラス。お前は私のものだ。あの、釘ザクザクみたいなやつか。フォンメルのドローを、はい。いやーなんか俺失敗してる気するなー。なんか、下手じゃね？やべ。枠終わった。なんか、スマートに行きたいけど、なかなか行けない。畜生。畜生からの松竹やな。よいしょ。ほな、枠変えて。ですね。でも弱点発見プラス使いたいねんな。でもそしたらゴーストアーマープラス？どうも。へへー。不屈の闘志プラスでストライク圧縮。ゴーストアーマープラスが消える。弱点発見プラス。これ強打、もうわからんな。ゴーストアーマープラスなんか圧縮された方がでかいか、4ダメージより。不屈の闘志プラス。ニュー。まあ、ストライクは削ってな。怒りって打たん方がええんかな。なんか打たん方がええ気すんな。バトルトランスプラスやったら、わー、いいようなあかんようなか。いいようなあかんようなやな。いやー、断臭しとっか。はい。ほんまか？怪しい。非常に怪しい。60。いや、まだまだ足らん。フォンメルストライクプラス。弱点発見打てねえ。ランページプラス。昇進プラス。やけど1枚。まあ、ありかな。はい。ターン手。頑張ろう。出た。お前は私のものだ。やってきやがったな。ドローソースがねえ。31ダメージ。いやー、助けてくれ。Help me. Help me です。ミルプヘイです。戻すのは、戻すのはボンネルストライクプラスかな。カードを2枚引く。わし、トーチヘッドって名前やからコレクターを応援する。そんな。とっつぁん。弱点発見プラス。いや、違う。ボンネルストライクプラスにするか。ヘッドバッチ。こうして、いやー、怒り使いにくいよな。怒り消す。よえー、やべー、あれ？じゃあ、こいつこんな強いっけ？やば。俺負けたんじゃん。負けを感じてます。セカンドウィンドあんのか。やば。いや、負けをひしひしと感じてるな。マジっすか。
弱体さん。いや、ブロックも詰まなか。なぜだ。いつからだ。弱体さん。まずいな。いやードローかける3。なんか俺もうミスりまくってんのかな。バトルトランスプラス、俺は何かをミスりまくってんのかもしらん。いやリビットブレイクプラス来たからセカンドウィンド使えない。無色ポーション、いやーちょっとこれ俺やらかしたのか。嘘やん。調子乗った？いやーやば。じゃあ飲んでみるか。いやー俺もう俺無理じゃね？もうダメだ。ダメです。心が。俺の中の寺田が。いやあ、これ辛い。辛い。辛いです。いやあ。セカンドウィンドで9ブロック得るの？ほんまに言うてる？いやあ、もう、ああ。さっきまでの楽しかった俺のスレスコアどこ行った？ああもう悲しい。いやーいやちょっと辛すぎる。リミットブレイク消して生きるしかない。いやもうはあ。さっきまで楽しかったのにな。いやーリミットブレイク残しとくべきやった気したな。セカンドウィンドかな。いやーもうこれちょっと無理かも。いやーもうダメだ。終わった。もうダメだ。ダメです。俺の心はもうバキボキ折れてます。昇進プラスヘッドバット。昇進プラス、受け流しプラス、昇進プラス。ストライク。頼む。勝たしてくれ。いや、これ無理くね？旋風陣があれば。トンネルストライクプラス、はいはい、ああなんとか勝ちか。いやー辛い。あぶねー、あぶねー、怖えよー。いやー筋力できないっす。さあ堕落を使うのか問題。堕落。堕落なぁ。いや、堕落だけあってもあかんよなぁ。せめて闇の法要がいるか。いやぁ、わからん。堕落。堕落で、堕落をあんま活躍させた経験がないねんなぁ。そうそう、闇の紅葉も無痛もないもんな。堕落からは取りにくいよな。今は正直リミットブレイクプラス回すデッキになっちゃってるもんな。もうスルーするか。勇気のスルー。呼び寄せる金。空っぽの檻。アストロラーベ。
どうだ？怒り。怒りストライク。呼び寄せる金のレリックかける3。空っぽの檻。空っぽの檻よりかはアストロラーベやんな。それは間違いない。金とアストロラーベで天秤でいいやんな。俺がアストロラーベでやるとしたら、怒り、ストライク、ストライク。アストロラーベするなら。呼び寄せる金。このレリック ×3。俺がいいレリックを今のところ持ってるってことは、確率としては、そんならレリック。もう結構あるってこと？っていう認識でいいかな。いや、まあ弱くはないよな。ドローソースも結構あるから、1枚の呪い、まあ2枚やけど実質。廃棄するチャンスもある。アストロラーベでストライクストライク怒りを削るか？金か。ストライク、ストライク、怒りは邪魔やもんな。消せない呪い。まあ、廃棄はあるけど、レリック ×3 はな、ワクワクはあんねんな。ただ、アストロラーベもな、普通にいいよな。アストロラーベいっか。パワーとか廃棄カードに変わったら実質削除みたいなもん。アストロラーベが？空っぽのオリトの二択は迷ってへんねんけど。まあ、絶対欲しいレリックがあったらこれもありやんな。俺その辺はちょっと分かってないから、アストロラーベ行くわ。ストライク、ストライク。いや、待てよ、ランページプラス、でもランページプラスよりはストライクの方が弱いよな。怒りがいらんやんな。エナジーは若干余ったりもする。怒りが使いにくい気がする。どうなった？激光プラス、ワイルドストライクプラス、威嚇プラス。あー、不祥一枚山札かなるほど。なるほどですね。激光プラスと威嚇プラスはまあ悪くないかな。ランページプラスは焚き火に捧げられる。あー、イベントか。なるほど、そこまで見据えてんねやな。できればエリートを取りたい。右のスーパーエリートを通る余裕はないよな。また心臓は無視しちゃうか。スイッチのタラには怒られるけど。見てこ。右側はハテナばっかりのルート。休憩、エリート。ストライク優先には違いない。どうしようかな。なんかむっちゃ休憩あるな。お、めっちゃ休憩ある。エリートが、3体はどうあるな。この右側のルートやと、敵、はてなはてなはてな。で、そうね、休憩、エリート、休憩、休憩。このルートいいな。ちょっとじゃあ、また心臓は諦めようかな。ほんで、まあ、ハテナのどっかで商人に出会えばいい。ニューエリートをどっちで倒すか。どうしようかな。エリートを右から行くか。ハテナか休憩かって、やっぱ休憩優先やんな。とりあえずこっから行きます。よいしょ。さあ、気持ちよく。勝たしてもらおうかな。
これなぁ。まあまあまあ、なんなりと。なんなりかやな。にゅー。とりあえずダメージポンポン与えてく？ホンメルストライクプラス。はい。超新プラス来るか。ゴーストアーマープラスでチャーニゴスか。おたけびプラスで次のターン打つカード。選べると。おたけびプラスして、あ、威嚇プラス打てんの嬉しいな。受け流しプラスを次のカードにしとくか。いいんちゃう？威嚇プラス。素晴らしい。素晴らしいです。いや、こういうターンを過ごしたい。俺はずっと。受け流しプラス。なんじゃこりゃ。なんですかこれは。なんでそういうことするんですか。ひどいですね。まあ、削除、圧縮ね。ああ、加速ポーション使ってもよかったんかな。いや、もったいないかな。ダッシュ。どうでしょう。血は32、倒せねー。これから入ったら、倒せます。筋力弱点発見でしか上げれない。せやな。そこがちょっとネック。これでも威嚇プラスは脱力4になるのか？威嚇プラスってあればあるだけら嬉しいって可能性あるかな？弱点発見プラスを2枚。いやー、ちょっと怖いねんな、それは。それは、それは。ラリアット。今俺もレベル3やんな。目覚めし者か。威嚇プラス。威嚇はブロックが怪しそうなら取れそう。ブロック、5、6、7、8、9。どうやるなぁ。威嚇プラス2枚。威嚇プラス2枚。今回のボス、目覚めし者。目覚めし者さんです。にゅー。弱点発見プラスもう1枚取っときたい感あるかな。悩ましい。でもな、一回打てればもうそっからリミットブレイクプラスでええもんな。もうそれ一回打って。ぜやー。悩ましいな。ちょっと選択肢が多くて、どれをやったらちゃんと強化できるのかがちょっと分かってないな。闇の法要あればこんなに悩まずに取れる。ほんまやな。ほんまや。ゼロコスト廃棄なんかな。激光プラスもそうやけど。ちょっとじゃあ、闇の法要、街でスキップするか。これな、スキルはな、毒の卵あるから、絶対こいつら出るときはプラスや。スキップしてみるわ。こいつらね。なるほど。受け流して、いやー、弱点発見プラス、防御。これ激光プラスはもう使っとくか。旋風陣でうんぬんかんぬんの可能性、あるのかなー。いやー、わからん。いやー、いや、これで使って防御やっとくべきなんかな。わかんねえ。
そー、ほんま弱体の時にぶちまけたいのにな。強戦士プラス、強戦士プラス、バトルトランスプラス、威嚇プラスでいいっすね。よう来なさった。ほんでだ、リミットブレイクプラス、いいよ。ゴーストアーマープラス。ほんで俺がやることは、あーそっか、これまだ赤べこがあんのか。いやーこれ撃たれへんのか。そうかそうか、忘れとった、忘れてましたわ。マジかよ、ほんまか、俺は合ってるのか。ギアー、ギアーです。加速ポーション、いや受け流しプラスで引く、来ない。いや、まあ、ここは防御でチャニゴシでもいいのか。セカンドウィンドの圧縮、不屈の投資プラスでストライク圧縮、セカンドウィンド、まあ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 、次来るでしょう彼は。遅れてやってくるヒーロー、よっしゃー、いやーえぐい、えぐいです、最高です、最高っすわ。ドロップキック、ドロップキック、いや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 、ゴーストアーマープラス、ゴーストアーマープラスは取っとく。アタック、ブロックがちゃんとあればゴーストアーマープラスは取っとくか。はてな、バンバン行こう。センサリーストーン、ほんま明日選ばなあかんやつやな。俺も生きて選んでみるか。発見プラス出た、ディスカバリー、これ上手い人めっちゃ使ってんねんな。技巧プラス、万能薬プラス、狂気プラス、包帯プラス。そう、なんか俺が見た上手い人はみんな発見プラス使ってんな。発見はアクト1でも店で買う価値がある。それだけ強いってことやんな。技巧プラス取り得。あの、心臓考えへんやったら。いや、心臓考えても取り得か。爆弾、つまずきプラス。いや、違うな。これ、強打プラスと入れ替えたい。入れ替えるできたら最強やのに。狂気プラス、狂気プラスな。いや、コストじゃないよな今って。なあ、技巧プラス、え、発見プラス、発見プラス、じゃあ行ってみる。万能薬プラス、これどうやろ。いや、目覚めしものだけ考えたらそんないらんか。ちょっとじゃあ俺発見プラス生きて使ってみるか。なんか上手い人が使ったイメージあんねんな。このじゃあ技巧プラスはただでもらおう。技巧プラス、全部に技巧プラスがあるな。発見プラス、発見プラス行ってみるか。万能薬はバトルトランス、ほんまやな。俺じゃあ万能薬、じゃあ発見プラス行ってみるわ。ロマンを追い求める。ちょっと面白くなるといいな。いやー。262ゴールドでレッドマスク、ないでしょう。ないと思います。銀じません。俺はですね、敵、はてな、いやー、アッ
ップグレードは技巧は無限ループに使えるし技巧も強い。そうなんか。ニュー、いやまあアップグレードはするに越したことないからこっちか。はい、敵さんね、発見プラス、じゃあ使ってみるか。もう早速何が出るかな。うわー、すえすえ、てか炎の障壁の方がいいかこの場合は。いや闇の包容、いやどうだ、闇の包容で激光プラス使う方がいいか。すえ、心臓いかないとか。スイッチのタラからのプレッシャーがあるな。いやちょっと発見プラスおもろいっすね。いやー微妙だった。心臓はまあまあアセンション20なったら挑みますわ。ちょっと目先のアセンションを追い求めさせてくれ。これヘッドバット、いやヘッドバット打つのもったいな、あかん。じゃあ加速ポーション使う、使っちゃってもいいのか。加速ポ飲んでみるか。はい、おー、あーはーはん、僕デビューやな。これで後の旋風陣につないで強戦士プラス、今のはデビューしてるっていう自覚あったよ。今のは俺はデビューしてんなーって思ったよ。いやこれ、いやこれあかんか。おたけびプラスやめとこう。アッシュさあ旋風陣プラス来い。こいつ何ブロックだろ、 75? やば、何しとんねん、何さらしとんじゃ返せんぜよや。もう嫌 やこいつら、なんなん。ノルマデビュー、俺旋風陣プラス引きたかったのに、カード多すぎるか。いやこれ数減らしてかんとあかんな。火だめ嫌うなら火炎ポーションでよかった、ドローじゃなくて。ニコ生ゲームワークに備えて飯作ってきた。すまんな、ちょっと待っとくれ。見事に勝つから。いやー、俺勝てるよな。勝てると言うてくれ、誰か。フォンネル。いやー。行こう。勝てるよね。威嚇プラス。強打プラス来たか。待てよ。なんじゃかんじゃします。弱体さん。待て、なんじゃかんじゃできるほどエナジーはないやないか。騙された。詐欺に遭うとこやった。まあ、落ち着け。全然いけるよ。いけるよな。いけます、いけます、いけますとも。ほんまか?セカンドウィンドでドローしてもよかったか。いやでも、いやー。いやー、なんというかだね。こいつを、しばく。ほんまかな、今のターン。11×2。やめてくれ。ディスカバリー。はい。おー。いやーでも痩せ我慢どうな。何時まで?わかんない。何時までと言われましても、わかりません。いやーもうツインストライクの方がいいかもしらんな。いやどうなんやろな。キャンセルできへん。なるほど。そうね。
いや、負傷2枚がちょっと嫌やな。負傷2枚が嫌です。ツインストライク、防御、防御、そこそこ時間あるならガーティックフォン、なんかお絵描きしりとりやっけ。じゃあ、ひー、ほんまかな。あと1分か。そうね、俺サイコロ登山だけは一回やりたいな。サイコロ登山やってからガーティックフォンやる。待てよ、俺まず目先のやつに集中しよう。果たして勝てるのか。いや、勝てるな。勝てるよな。5、5、6、30、80。 OK OK、 ありがとう。ラリアットの脱力スキップ、ここ行ってアップグレードしたいカード。いや待てよ、これ休憩の方がいいんちゃうか。そんな気がします。休憩してエリート行こう。休憩。負傷2枚が嫌ですって言ってダメージ食らって。いや、そうやな、だから、痩せ我慢で、あれ、負傷2枚が嫌ですっていうのは、その次のターン、次またデッキに戻ってくるイメージだったけど、確かに、あそこの旋風陣で勝てるっていう風に最初からちゃんと分かっとけば、あそこで負傷使えたな。こういうプレイングやと、勝率は低くなるな。ただ今はな、ちょっと余裕あるから。まあまあまあ。心臓いかへん分な。ニコ生枠返せなあかんかな。まあまあ、タラからの厳しい目を向けられつつ、俺は今俺にできることやっていくかな。扇風陣プラス、打ちたいね。ニコプラスから入っていいんかな。心臓いかなあかん？マジ？心臓戦で負けてもアセンション上がるから。急に挑んでも。いや余裕があったらな。ただそのためには宝箱。じゃあスーパーエリートの方行かなあかんのか。いいでしょう。心臓行きましょう、じゃあ。そう言うならね。心臓行かせてもらいますわ、じゃあ。ほなねえや。ターン手。宝箱開けて呪いが入る。せやな。ここはですね、どうすべきや。バトルトランスプラス。いやー、ナイス、弱点発見プラス。そしてリミットブレイクプラス。でだ。威嚇プラス今売っていいんかな。なんかもったいない気もするか。ゴーストアーマープラスでこと足りるもんな。ヘッドバットでリミットブレイクプラスを戻すって感じかな。いや、ヘッドバット最後やな。ゴーストアーマープラスヘッドバット端子。ほんまか。バトルドランスも空打ち。あー、そっか。ほんまや。スローに影響すんのか。なるほど、なるほど。I see。なら、リミットブレイクプラスは絶対打つ。おたけびプラスどうしようかな。いや、筋力高。おたけびプラス。山札の一番上に置く。受け流しプラスかな。でだ。ランページプラス、昇進プラス。売っちゃってよかったかな。まあ、売っちゃっていいでしょ。やじゅー。やべえ。40っすか。ただまあ、ブロックは十分あるな。自信持っていけ。いやー、これ強戦士プラス打つん怖いな。発見。ゴーストアーマープラスからの発見プラス。
いや、ポンベルでドローした方がいい気もするな。強戦士プラス入れたくないな。この次3枚確定で組んのあんま嬉しくないな。ゴーストアーマープラスからのポンメルかな。はい、強戦士プラスまずいよな。ダッシュどうだ。45強くねこいつ。やべえ、敵クソ強え。敵がクソ強いよ。賭博士の醸造酒使うべきかな。いや敵が強い。ゴーストアーマープラスだけは売って、どうしようかな。いやーなんか俺弱いか、もしかして。旋風陣プラスが引ければ勝ちなんか。23。いやーちょっと賭博士の醸造酒使っちゃうか。飲んで、いやもしかしたらあかんのかもしらん。ぐー、どうだ。とりあえず発見プラスから入るか。はい、無痛。なるほど。前のターン見たような手札。無痛、ゴーストアーマー、パワー少ないな。ただまあ目覚めしものやけど、ヘッドバットで戻したいやつ。発見プラスかな。不屈の闘士プラスで強戦士プラスは消そう。ヘッドバットで発見プラスかな。ターン終。ほんまか、旋風陣プラスを引かなあかんのちゃうんか。知らんけど、威嚇プラスはいいっすね。いや待って、まずはドローか。いやまず、いやーもう今日、いやーいやーいやだ。どうすんの、もし旋風陣プラス来ちゃったら。旋風陣プラス引いたらあかんよな。だから50って、そんなことあっていいのか。いや、やば。バトルトランスプラスからいくか、やっぱ。バトルトランスプラス。なるほど。いやー、威嚇プラスやな。ほんまか。発見プラス、発見プラス。いやー、待てよ。ゴーストアーマープラス、セカンドウィンド。で、発見を圧縮。ありかもしらん。威嚇プラス。威嚇は打つ。発見、発見、強打プラスでいくか。ゴーストアーマープラス、セカンドウィンド。セカンドウィンドは使いたい。発見プラスもなぁ。使いたいよなぁ。ゴーストアーマープラスで13ブロック。痩せ我慢と来たら最高やもんな。来るかなぁ。行ってみるか。よーし、よし、イエスイエス、ウィアーザ、桃色、クローバー。50、15、20。オッケー。じゃあ、発見使う余裕。いや、ないな。落ち着け。セカンドウィンドで、強打プラスって感じかな。
セカンド。いや待てよ、無痛も入んのか。じゃあ発見プラス、いや待てよ、強打。セカンドウィンドは打っちゃっていいよな。俺弱体入れといた方がいいと思うもんな。セカンドウィンドからの強打プラス。ダッシュ。これは素晴らしいんちゃう？え？あれ勝ちじゃないか？意外にあかんか？あれ？落ち着け？え、落ち着けよ。え、バトルトランスプラス。素晴らしい手札やんな。激高プラス。6。かける43。うわー、つえー。つえー、これ勝ちやろ。え、勝ちじゃないか？てかまあリミットブレイクやったとか絶対いいか。いや、勝ちなはず。だって、かける6やろ？だから一応リミットブレイクやっといて、一応技巧もやっといて、イエスイエス、ゴー !84! 一発が。にー楽しい。あ、武装解除プラスや。これええやつやな。取っとこう。で、いや、そんなアップグレードしたいカードがないねんな。せやからちょっとじゃあ、こっち行くか、スーパーエリート。怖いけど。あ、思い出すせなあかんのか。やるなら今か、じゃあ。一応じゃあ、心臓見せるか。はい。ってことは、開けやなあかんのか、中くらい。いや、行かなあかんの。いや、ま、ここの宝箱の開け次第では逃げるという可能性もある。開けてみようか。次の強化エリートはもうジャイアントヘッドじゃないから楽。あ、ジャイアントヘッドは一番やばいんか、強化エリート。スーパーエリート？周知。なるほど。で、骨付き肉取ったらあかんねやな。どうしても無理そうやって避けるわ。行きます。進化。進化か。なるほど。ん？これあれか。会員カード、デレデデッデデー。会員カードー。ほんで、MHP プラス、プラス150。何やそれ。あんまわからん。マックス HP。ええー、フレアか 50% 引き？ニコ生？よいしょ。進化入れとく？対象となるのは昇進プラス。いや、進化1枚は欲しいよな。ただパワー。目覚めし者相手には、セカンドウィンドとかで廃棄？安らぎのパイプ嬉しかったけどなぁ。カード除去。おたけびプラス、不動プラス。ぬぅ。直感プラス。不動もいいし、ポーションもいい。ポーションもいいってのはこのブラッドポーションのこと？金属か6。呪い消そうかなぁ。もったいないかな。いやでも50ゴールド。もったいなくないよな。え、消すのもったいないかな。消そうかなーって思ってるけど。消せるし。進化、ブラッドポーション、カード除去。どない？直感プラス。ゼロコスト9ブロック。いや、いいよなー。完全に防御の上位互換。直感プラス？ずーん、進化。一枚あると嬉しい進化。カード除去。39、89。心臓行くならアクト4ショップ用にお金残す。
いや、ここで、でもそうなったらまた難しいな。また判断困るな。直感プラスも取らん方がいいってことか。進化な。進化ね。進化な。いや、呪い削除進化。で、いこうかな。それでいこう。残すにしても、ポーション一つ買うお金ぐらいあればいい。あ、そうなんや。いや、これ、ブラッドポーションは取っとこう。ということはだ。これで、66、116。よし、じゃあそうするわ。進化、カード除去。呪い削る。ブラッドポーション。オッケー。いきますわ。さあ、スンスン行こう。旋風陣来い。よーし。すえー。マジで強い。ごちそうさまでした。うわー。ポーションベルトあるからお金余っても無駄にならなそう。なるほど。おー、衝撃波プラス。これ1枚あっていいよな。って思います。1枚あっていいとされる衝撃波プラス。デザイナーインスパイア。はぁ。いや、変化はちょっと今微妙やんな。いや、これ次、商人やのにな。HP 失っとくか。カードを1枚アップグレード。5HP を失う。これスーパーエリートに負けたらもう泣きます。うわー、医療キット、医療キット。殴るとちゃんと絵変わった。あ、そうなんや。医療キット買えなかった。くそー。まあしゃあない、切り替えていこう。ランタン。ランタンはどうやろうな。まあ、R2 個、でもアイスクリームあったらな。取れたけど。どうしようかな。猛撃。筋力デッキとの相性。でもな。受け流しプラス。82。いやー、ここお金使わん方がいいのかな。ここ我慢か。ストライク削ったあかん。ニュー、ここでやっちゃうと、こいつとボスでお金たまらんかな。ポーション1個分。いや、ポーション1つ買うお金あるやろ。カード除去しよう。します。ストライクを除去したら絶対、ちょっとはデッキは強くなるはず。エリートって30ゴールドぐらい。あ、そうなんや。ストライク消します。さあ、スーパーエリート。ネメシス、よしよし、ザブーツが生きるぞ。ザブーツを生かしていけ。あー、もう終わってるわ。終わってます。うわー、もうゲボ吐きそう。最悪や。ひど。こんなことあんの？賭博士の醸造酒が欲しい。最悪のターンです。どうしたらいいんやろう。どうしたらいいも何もやな。ただもう笑うしかないよな、これ。せめてこのアセンダーの最悪とかがあってくれたらよかったのに。なんだこのターン。強戦士プラスでもよかったのに。終わってます。これ俺もう負けなんかな。
これ金属か鉢ついてんのがす、うわぁ、えぐ。進化取っといてよかった。やば。激やばやんけ、こいつ。技巧プラス、受け流し、プラス、衝撃波、プラス、ゴースト、3515はいけてるな。これ強打プラス打つのはもったいないから、こいつのスーパーエリート、あ？こいつのアテンション18のスーパーエリートは金属化8や。これ固定なんかな？いや、なんか変わる気するな。金属化8のパターンもあるって感じなんちゃう？知らんけど。これ廃棄になってもええか？ほんまか？何種？まあ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 。さあ、ですね。どうしようか。これどうする？受け流しプラスするか？アクト123で強化の数字が違うだけでアセンションでは変わらない。アセンションでは変わらない。あ、そうなん？スーパーエリートのやつは？なんかさ、なんか嫌やねんけど。気のせい。なんか嫌なんは気のせい。受け流しプラス。バトルトランスプラス。ああ、それが消えたか。そうかい。そうですかい。これ旋風陣プラスのタイミング最悪な気するな。これ。このまま攻撃せえへんとかないよな。じゃあ攻撃はせなあかんのか。進化は打ちたい。不屈の投資プラスで、金属あるからブーツ刺さりづらそう。なるほど。厳しいね、なかなか。昇進プラスのダメージ。54。これぶち当てたらあかんかな。だってこれ旋風陣プラスさ、次さ、いやー、だって次来たらあれやろ、もう打っちゃっていいかな。旋風陣プラスは次のターンやったら美味しいけど、でもそれにせよ筋力も上がってないし美味しくないのか。怪しいです。このゴースアーマープラスもエセリアルで消した方が、はぁ、わからん。わからんなぁ。ランページプラス、ワイルドストライクプラス。ふぅ。54。旋風陣プラスやった場合は赤ペコで16かける4 24かける4。そうね。我慢か、我慢するか。不屈の闘志プラスでランページプラス、ほんまか？いやー、決定。ずやー、わ、いやー、じゃあ打ったかな。ふふー、もう、うわー、うわー、助けてくれですよね。あ、おたけびプラスで、そうかそうか、チャニゴシできんのか。ナイス、おたけびプラス、よう来た。発見プラスで、いやー、ジャガーノートかな。じゃあこれ発見はやっぱパワー引けんのが強いんだな。ジャガーノート、これ今
無形やんな。叫びプラスして、よし強戦士プラスも使える、でけえでけえ、いいぞ。発見プラス、ほうほうほう、メリークリスマス、これは8回やな、いいんちゃう。よしよしよし、タッシュ希望が見えてきた。じゃあ待てよ待てよ、やけどいっぱいあるやん、やけどいっぱい入れられてる、ひー10枚ある。なんでそんなことするん。これさ、バトルトランスプラスですよね。赤べこな、ほんま。いやー、うわー、ギアーやな。威嚇プラスは打っとく。これギアーじゃない。これ何ダメージある。 27×5。 温存はしたけどさ、どうしよう。これ発見プラス使った方がなんか恩恵ありそうじゃない。武装解除プラスとかも使う方が。どうやろな。だって武装解除プラスしたらこれでかいやんな。どうしようかな。旋風陣プラスを打っちゃっていいのか。くそー、リミットブレイクプラス引きたかったな、バトルトランスで。発見プラス、発見プラスも打ちたいよな、これなあ、これ打ちたいよな。武装解除も打ちたい。だからそうなった場合3になんねやんな。3、2が6、3、4、21、だから81ダメージか、520。ああ、50ダメージもさ、50ダメージ分の差をこれで埋めれるのかが怪しい。ほんまはヘッドバットも打ちたい。やけどで潰れそう。そうやな。バトルトランスが2枚来てんのが事故ってんねんな。だからほんまはヘッドバットでバトルトランスも無効したい。でもそうなったらもうせっかく貯めた旋風陣が2発しか撃たれへん。あー困った。困りましたね。うわー、くそー、これとかさっき撃っときたかった。引きが悪かったな。とにかく1ターン目が事故やったもんな。旋風陣プラス撃ったとして、打つか。端子、この判断が吉と出るか凶と出るか。33、やべえ、助けてくれ、お助けあれ。うん、パワーは素晴らしいな、文句ない。33ダメージ。弱点発見プラスやってる余裕あるか。弱体3、カードを2枚引く。うわー、どうしようかな、悩ましい。筋力増やすよりかはポンメルストライクプラス、カード2枚引く。うわー、セカンドウィンドは嬉しいな。なるほど、嬉しいけど、次、圧縮できへんもんな。なんとか次のターン、勝たしてはもらえんかね。弱点発見プラスぶちかまして、セカンドウィンド。バリケードがあればな。地味にジャガーノとか頑張ってる。さあ、どうなる。俺にできること。技巧プラス。
激高プラス？激高プラス？どうなんや？いるか？リミットブレイクプラス、不屈の闘志プラスで、やけどは削る。いや、でも進化あるから、え、勝てる？やった！ジャスト！ラッキー！ジャガーノートとかいろいろ収束した。そしてバジュラもいいね。オッケー、いけます、いけます。うわぁ、衝撃波プラスって2枚いんのかなぁ。どうも。ジャストやったわ。いろいろ収束した。ニコ生あと1分か。ニコ生さすがに次の枠ではもうクリアしたいな。おい、もう3時間やっとんのか。さすがに、最低でも、このボスだけは勝たせてくれよ。衝撃波プラス2枚ってどうやろう。入れすぎ？この枠、あ、そういう意味、ニコ生の30分枠毎回言ってこうってことやったのか。衝撃波プラス2枚。2枚あったら安心なのか？威嚇と合わせて7ターン脱力できるから、それ以上必要なら、というコメントということは、いらんやろってことやな。なるほどね。OK。これさ、休憩でよくない？進化プラスにする。休憩。必要かは自分で考えろってこと。でもその、なんていうの。だからまあ今この俺の、あれはニコ生には届いてへんけど。でも、まあ必要かは自分で考えろっていうことを、やけど、でもその、威嚇と合わせて7ターン脱力できるからそれ以上必要ならっていうコメントからもう、察することできるけどな。せやな。十分ちゃうかってことやろ？で、俺はそれに、アグリーや。休憩、矛盾の、あ、そうそうそう、そこを思ってんけどな。うん。そうやね。衝撃波プラス2枚なーって思ったのはそこ。じゃあ取っとくべきやったんかな。時を戻したいな。ペコパのように。いや、これ進化プラス、進化プラスか休憩か。どっちやるなぁ。俺は休憩の方が、嬉しいかな。コーヒードリッパー取ってない分、存分に休憩させてもらおう。あとこいつにもな、2回打てるやろ。ピックミスかもしれない部分は発見に、せやな。発見プラスに。さあ始まりました、爆笑オンエアバトル。技巧プラスから入って、発見プラス。さあ何が出る。破裂。あー、とりあえずこれ勝てば、せやね、うん、アセンション19に行ける。そう、ここアタックしたらあかんのか。じゃあ炎の障壁かな。破裂。カードのプレイによって HP が失われる。やけどぐらいか。炎の障壁やな。はい。弱点発見プラスあんのありがたいな。威嚇プラス。OK。まあまあまあ。まずまずのスタート。あとは旋風陣。旋風陣。旋風陣。旋風陣なかなか引けないね。引けないよ。なるべく我慢する。でもこれ儀式がえぐいな。あ、これやばいか。全体攻撃引かれへんかった場合なんかダメそうじゃね。ありゃありゃりゃ。受け流しプラス。
あれ、あ、そっか、こいつ、あー今の進化使わんかったよかった、うっかりやな。21、2、いやなんか俺あかんかもしらんな。いやせめてここだけは勝ちたいのに心臓見せちゃってるな、やばいやばい。衝撃波プラスはないっす。武装解除でごまかす、これどうしよう。昇進プラスで倒されへんもんな、弱体入ってないから。弱体入ってないからだと、誰が弱体入ってないと言った。衝撃波からの昇進プラス、いけてるやんの、いけてるはず。よっしゃー、ターンシュ、24、強っ、クソ強いやん、やめてください。あーワイルドストライク、いやー引くたび、うーんどうやるな。バトルトランスプラス、あーなんか消す、いやまあしゃあないか、しゃあないのか。バトルトランスプラス、手札がいっぱいだ。武装解除プラス、ほうほうほう、メリークリスマスね。これどうしようかな、リミットブレイクプラス、おたけびプラス、にゅー、激高プラスももう使っちゃっていいか、そんな気もする。ゴーストアーマープラス、ワイルドストライクプラス、ぶち当てて激光プラス旋風陣プラスいっちゃうか。ほんまか、いやーなんかほんまじゃなかった気するな。ターン終、なんかちゃうかった気するな。 4×4、 はいはいはい、これ強戦士プラス使ったかな。ですね、まず発見プラスから入るか。燃焼違う。大虐殺。15ダメージのうちに強戦士を使うて、あったな、確かに。弱点発見プラス、リミットブレイクプラス、強戦士プラスは消そう。大虐殺。ターンシュ。まあ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 。まあまあちゃうか？受け流しプラス。で、炎の障壁は今は微妙やな。強打プラス。からの、いや、ワイルドストライク打ってた方が、なんか結果ダメージ抑えられるとかあるかな？打っとくか。サードだ。なんとか、勝たしてください。多分いけそうやな。ヘッドバットで、リミットブレイクプラスを戻すか問題。バトルトランスプラスは1枚あんのか。ヘッドバットで、ヘッドバットを打ってリミットブレイクプラスを戻す。それでいこう。リミットブレイクプラス、ゴーストアーマープラスは消えちゃってもいいよな。ダッシュ、体力これ半分しかないの。40ね。おたけびプラス、ぬー、どうしたもんか。手札のカードを山、いやー、バトルトランスプラス。ずわー。どうしよう。これ、おたけびプラスで、
旋風陣プラスを次のターン打つという手。なくはなさそうやな。それだったらリミットブレイクプラスから入ってやんな。バトルトランスプラスは使いたい。追加でカードを引く。行くか。行って、行って、リミットブレイク戻した後バトルトランスに引かないんだって思ったけど。リミットブレイク戻した後。あー、なるほど、なるほど。いや、それはどういうことや。リミットブレイクを戻した後、さっきのターンか。待ってな。にゃー、技巧を、リミットブレイクプラスは絶対打ちたい。これ、技巧をもうセカンドウィンドで消した方が、強、いやー、なんか、こんだけ俺、いやー、40強っ。クソ強いな。やば。ヘッドバット。あー。いやー、ちょっとこれ。これなんか微妙やな。セカンドウィンドで3枚、15積んで、旋風陣プラス一発撃っとくか。なんだか嫌なよか。これカジバの祝福使って7にして3して21ですか。ありかもしらん。ほんまか。ほんまです。こうしてなし寄りのあり、ホンメル旋風陣プラス。負けそう。いや、俺こいつにだけは絶対負けたくない。うわー、 44×4 獅子16、獅子16、176。じゃあ負けたくないよ。ヘッドバットで旋風陣は戻されへんもんな。発見プラスにかけてみるか。いや、ここで負けたらここまでやってきたのパーかよ。いや、発見はちょっとリスクか。いや、見てみるか。うわー、いや、さっきドローか。いや、ヘッドバットで発見プラスを2回使うっていう手もある。負けたら泣きながらサイコロ飛んだ。あー、今更の悪魔か。悪魔とは今更すぎるな。サンダークラップはありかもしらん。弱体。でも弱体1か。後輩。後輩かサンダークラップか弱。まあ、悪魔かなら一発目やったらめっちゃ強いけど。ヘッドバットで戻せば、いやな。サンダークラップいくら増える？は？ほんまや。え、ダメージもでかいの？うわぁ、でも、そうか。そうね、確かに。サンダークラップいくか。40。これで、66×3。サブ6、18。惜しい！いや、ヘッドバットから言ったら、あるんじゃね？ 44 やった場合22増える。45やった場合も、これ微妙に足らんのか？いや、そしたら火炎ポーション使えばいいんや。いやー、待てよ。ちょ待てよ。67になるんだよな。66が。どっちみち、これはだから、火炎ポーション使うのがいいんかな。
ヘッドバットで発見プラスは戻すか。ヘッドバット発見プラス戻す。ここちょっと受け流しプラスにしてみようかな。66×2、1足らんもんな。なんで1足らんねん。1ぐらい足りとけよ。いやでもこれ削っとかんとな。いや受け流しプラスやんのは非常に怪しいぞ。もう火炎ポーション使っていいよな。使おう。なんやねんこの1。はい、よし、これでもうとりあえずクリア。 HP はちょうど100。これでアセンション18クリア。あとは久しぶりの心臓戦やな。あと16分しかニコ生の枠ないのか。行きましょう行きましょう。お茶俺こんな飲んだんや。よしよし。ほんでアップグレードでいいよな。1足りないとどっかでミスったかなーってなる。なるほどね。進化プラスかな。それとも16が大事か。なんかあんまりアップグレード、まあ進化プラスしとくか。ほんでだ、よいしょ、ラスト商人、古木の枝。これは48でエリクサー、エリクサー、記憶リキッド。これはさ、記憶リキッドやんな。ちゃうか？エリクサーで圧縮？ハズレやんな。記憶リキッドできます。何か買うなら最後のチャンスだよ。久しぶりやな、ホコタテ戦。ああ、脱力入らへんな。脱力入れさせてくれよ。まあ、弱体入るだけでも嬉しいか。ちょい待ちやで。衝撃波。ほんまか？衝撃波。プラス。いや、昇進プラス打ちたい気持ちを抑えつつか？ダメージは、15増えて52。結構いいダメージやけどな。筋力アップに使うか。不屈の闘志プラス。いやー、これ、防御か？わからん。怪しいっす。さあ、もうラストはスンスン行こう。はっ？え？あ、やけど入れられた？なんかやば、なんかやばいな。なんかやばいぞ。え、やばくね？いやー。へへー。ボス戦で来てくれよ。え、やばくね？急に俺死んだか。マジかよ。アセンション18からの歩行の火傷はデッキトップに設置。へえ。初めて見た。ゼルが暇そうね。すまん、待ってな。もう、2時か。ごめんな、俺が下手すぎてめっちゃ時間かかってるわ。いや、敵って、終わりじゃね？よく来るなと思ってた。ポーチヘッドも知らんかったんや。いや、これ終わりじゃね？マリオメーカーのマッチングの間だけ、マリオメーカーやってんねん。じゃあ。いやだよ。いやー、発
いやー、これさー、いや、まあしゃあないな、しゃあないのか、これ負けです。俺だって回復する術も全然ないしな。終わったわ。何があかんかったんやろな。57。まあまあ、アセンションはね、進んだからね。まあ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 。まあね。すまんな。威嚇プラス。まあ一応撃つだけ撃っといて、一応ね。突然心臓。ああ、まあそうか。まあしゃあないのか。しゃあないでいいんかな。甘えさせてもらうか。今回は。こうして、ノードローはもう入ってんねやっけ。激光プラス、強打プラス、進化プラス、これゴーストアーマープラスの方がいいのか。ダンシュ。いやー、死ぬー、やべーこいつクソっせー、こいつめちゃくちゃ強いな。お見事や、やば、99ブロック。どうやって勝つねん、やば、勝てませんやん。とりあえず発見プラス打つか。は、待てよ、おたけびプラス。ぬぅ。発見プラス、悪魔化とか一発目にこう、まあ、でも一発バリケード、にゃー。ダメだ。わからない。I don't know。ゴーストアーマーか、発火か。はぁ。ダメです。何にもわかりません。ゴーストアーマー。リミットブレイクプラス。弱えー。超弱えー。超弱えーよー。おたけびプラス。山札の一番上に置く。旋風陣プラス置いて、ゴーストアーマープラス。強戦士プラス。ターン終。負けです。まあでも、悔いなし。17かける。8増えて、25かける5。足らんね。負けか。まだ防御とか詰めばチャンスあるか？リミットブレイクプラスが来る。記憶レキッド使えばチャンスあるのか？いや、逆にそれしかチャンスないのか。そしたら9増えて、使うか。どうせ負けるんやったら使おう。はい。13増えて39かける5。単語15。おー。おー。おー。なんとか、望みをつないだ。なんとかね。ただこれはまあ無理かな。無痛もないし。発見プラスの上振れ次第では可能性がゼロじゃない。やもしら。さあ、スンスンいきますか。ラストバトル。武装解除プラスはなんか後に打った方がいいみたいな説もなんか見てんな。ようわからんけど。それはほんまなんかな。なんか今打つべきじゃない説をなんか俺はなんかで見てんな。ニュー。ミッドブレイクプラスに。状態異常回復とかしてこないはず。じゃあなんか俺の勘違いかな。ほんだら、
防御から入って衝撃波プラスと武装解除プラスでターン終わるか。まあ厳しいよね。厳しいことは自分でも分かってます。4ターン目にアーティファクト貼ってくるから剥がす手段持ってないと。あ、そうかそうか。31強い。強すぎます。手札のカードを発見こうへんかったらワンチャンスもないからな。厳しいですね。おたけびプラス、そうね、そうだね、そうだね。この間もダメージ食らう、マジで辛いな。発見プラス無理だ。ダメです。いやー、ここで供物か。いやー、やれることやろう。やれることやって受け流しプラス。いやー、やれることやってなのか、ほんまに。ヘッドバットでリミットブレイクプラス持ってきて、いや弱え。いやでも弱点発見プラス使ってかないと。まだ31つらい今日。ああ、いやあ、でももう、いやあ、じゃあこれどうやって勝つねん。わからんよ勝ち方。もう回復していい。まあせやね。いやあ、俺リミットブレイクプラスより発見プラスの方が可能性はあんのかな。弱体位置入れちゃっていいの？ヘッドバット、ヘッドバットが一発目でいいの？ぐー、もうダメだ。弱体入れた瞬間死にそう。強戦士プラス、バトルトランスプラス、威嚇プラス。いやー厳しいね。甘くないね。強戦士プラス、じゃあさよなら。やけどはマジで邪魔やな。いやでも進化、いやーまあ、うーむ、防御足りてるなら違うかも。そうやな、セカンド。でも防御もな、脆弱化が痛い。脱力入ってる。てかもう上振れ狙ってから無理やから、上振れ狙ってくかとか言うて俺は死ぬかもしらん。47だってさ、終わったかも。お疲れ様でしたかもしれない。こうしてセカンドウィンド。いやー終わるよー、終わりです。助けてください。どうやったら勝てるんですか。 0×15、 旋風陣もう弱えよ。トメイト 23×5、 ガー死にます。はあ、いやー、まあもう打とう。ニコラも3分しかないしな。いや、防御からバトルトランスで違う道あるか。いや、これ打つんじゃないな。防御やな。バトルトランスプラス。で、進化プラス、受け流しプラス、あ、そか、ドローできんのか。これ、溜めたってしょうがないよな、もう。いやー、でもなー。
ダメだ。いやー、ギアー、ギアです。青銅の鱗もないしな。もうこれはですね、ギアーです。技巧プラス何くる？君か。発見プラスもやります。へへへ、嫌がらせだ。俺の大事な大事な HP を奪おうとする。ようそんなことできんな。人間じゃねえ。おたけびして、受け流しプラスをこのターンやるか。でもやったとてやん、やったとてですやん。ひどいよ。いやー、いや、やっぱこれでダッシュ。ちなみにアセンション19から心臓もっと強くなる。そっか。こいつすごいな。すごいわこいつ。もうあと1分死にます。俺はやられてしまうけど、あとは頼んだ。グエーってくらい強くなる。時間ないな。発見プラス、もう終わってるわ。終わってます。もうやられに行くわ。潔く。いやー、もう終わらん。もうダメだ。助けてくれ。あー、全然潔くない。あー、死にました。あー、もうダメです。わかりませんでした。ありがとう。ふぅ、またいつかこいつは倒そう。レベル19解放。まあ今日のスレスパはここまで。おしまい。ほんだら、よいしょ。スイッチもな。スレスパは、おしまい。まだまだだね。また出直してきます。おしまい。